ひろゆきさんの人生の今の目的とかってありますでしょうか？ないです。堀江さんは今を楽しむことが全て的なことをおっしゃってますが、ひろゆきさんはどう考えていますでしょうか？堀江さん嘘じゃないかな。今楽しむのが全てだったらロケットに投資とかしないですよ。なんだかんだ言ってあの人ね、ロマンがある人なんですけど、そのなんか自分のロマンとかを語れない人なんですよね。なのでまあ多分その刹那的な生き方をしているっていうのを言っちゃってるだけで、割と長期的なロマンできる人なんじゃないかなと僕は思ってますけども、独立するチャンスの見つけ方、独立する際の条件を教えてください。26歳 SE です。社会人になるまで高速化をメインとしていましたが、家族性の関係で会社では冒険しない行動を書いてしまいましたが、今はプロジェクトのサブリーダーも課されていて行動書く機会が少ないですが、別プロの性能試験で問題が発生し、急遽私が対応に当たりました。その仕事は私がしていることで一番楽しく濃密な時間を過ごせました。個人的には独立して高速化する仕事をしたいのですが、私には自分で仕事を取ることや何かを生み出す力はないです。まあ、リーナスまではいかないかもしれないですけど、例えばその OSS で、まあ、PHP とかでも Apache でも何でもいいんですけど、すでにもともと使われているプロジェクトの高速化をひたすらやってって、コミッターになって名前が売れると、その名前が売れてるエンジニアというだけで CTO 採用みたいになったりするんですよね。で、CTO 採用みたいになっても、まあ、こういう CTO がいるよっていうのが、外に言うと、採用取りやすいみたいな理由で採用してるだけで、別に実態としてはそんなに頑張ってもらわなくていいっす、みたいな会社もあるんですよ。なので、それでなんかこのプロジェクトとか、このライブラリーの高速化やりてっていうのだけをずっとやってって、ほんで名前が売れて、で、なぜかその、名前貸してる会社から給料をもらえるみたいな状態になるかもしれないので、その世に見える形で、高速化するライブラリーとかガシガシ出すといいんじゃないでしょうか。亜鉛って取りすぎるとあまり良くないんですか？取りすぎると体にどんな悪影響が来るか、ひろゆきさん知っていますか？知りません。あれですよね、下半身不能な人が亜鉛取りまくりますよね。ただでもあれ、いっぱい取っても亜鉛は排出されるんじゃなかったでしたっけ？詳しくないのでググれば出てくると思います。小卒ニートです。中学2年間はインターナショナルスクールで、中3から高3までアメリカ留学してましたが、金銭的理由で卒業できませんでした。家も競売で亡くなり、父親もコンビニバイトし、自分も17歳からバイトし、家族5人数年過ごし、父親65歳、今は年収500万。弟たちも日本の大学ですが、卒業就職しましたが、27歳になり、自分だけ小卒で就活もエントリーすらできず、どうすればいいですか？ハローワークにもバカにされ、もう疲れました。英語喋れるんですよね。であれば、もう外資系受けちゃった方がいいんじゃないですか？で、外資系受ける上で、TOEIC の点数とか聞かれると思うので、まずは TOEIC 受けてみて、で、英語全然いけますっていう状態で、外資系の企業に行けばいいんじゃないでしょうか。あと、楽天って英語喋れると受かりやすいっていうのがあるので、楽天受けるのもいいかもしれないですね。あ、亜鉛取りすぎると中毒になるんだ。29歳フーラン卒、年収600万で現場監督をしています。上行けたら年収1000万です。現場の人間関係はとても良好ですが、仕事は精神的に辛いです。妻の兄が土木系の自営業をしていて、社員になれないかと誘われています。フランとはいえ高いお金を払って大学行ったので躊躇しています。ひろゆきさんのご意見いただきたいです。その妻の兄の社員が年収いくらぐらいになるのか聞けばいいんじゃないですか。その自営業がただ何年ぐらいやってるかで、転職した途端に潰れるとめんどくさいので、で、今の会社でうまくそれなりにやっておけば年収1000万いくのであれば、今の段階で妻の兄の会社にして年収1000万もらえるならいいですけど、そうじゃないとかなり厳しいっていうのと、あと、妻の兄の会社に入ってしまうと、妻の家に対して一生頭上がらない状態になる可能性がありますよ。要はその妻の兄を怒らせると、その会社ですごい微妙なポジションになっちゃうっていうのもあって、なんでその家庭の中でもその奥さんに対してあまり強く当たれないみたいなパターンになるかもしれないので、その家庭の中での自分のポジションが結構きつくなる可能性もあるので、僕だったらちょっとやめた方がいいんじゃないかなと思いますけども。物流大手勤務30歳です。国際輸送で発給の割に書類などで少しのミスも許されず、責任が重くプレッシャーがしんどいです。最近ちょっとしたミスで会社に損害出してしまい、いたたまれず居心地が悪く辞めたくなっています。今後物流業の待遇が改善していく意味であるでしょうか？早めに転職した方がいいでしょうか？発給だったらさっさと辞めた方がいいんじゃないですか？別にやってて楽しい仕事でもなくて発給っていうんだったら、それは仕事として面白くないので、早めに面白い仕事に行った方が人生幸せなんじゃないかなと思いますけども。
大手日系企業で働いています。担当企業の外資系の人に嫌がらせをされています。ムカついたので個人情報を晒し、個人情報を個人携帯で取っているところを盗撮しました。どこかのタイミングでどうにか使いたいと思ってますが、私自身も盗撮なので迷っています。もし使うとしたら効果的なやり方を教えてください。まあ、多分その、その個人情報が出たということでトラブルになってからだと思うので、その、まあ、僕がその状態で相手に本当に嫌がらせをしたいのであれば、その外資系の人が取った個人情報をまず僕がこっそり流します。で、ネット上にこういうのがあったっていうのと、その人の写真の両方を流します。匿名でね。っていうのをやると、その会社内の個人情報を流したやつがいるっていう事実と、で、その写真が流れることで、流したやつこいつじゃねっていうのが両方流れるので、自分は何のリスクもなく相手の人に嫌がらせができるっていうのがあるんですけど、ただそのためにその、社内の個人情報を自分で流すっていう、ある種違法行為をしなきゃいけないので、そのリスクを負いながら完璧に犯罪が犯せるかどうかっていう、その、罪を、になるような行為をするのって、結構その、どういう、想定をするかっていうので、例えばじゃあ Twitter にあげますとかでも Twitter って訴えると IP アドレス教えてくれるんですよ。なのでその IP アドレスがトレースできない形でアカウントを作って、その写真だったり個人情報っていうのを流さなければいけませんみたいな、IT に関してのある程度の知識っていうのもないと、お前流したんじゃんってバレちゃったりするので、そこら辺までの知識がある上かどうかっていうのが重要になると思います。大学26歳、酒の営業マンです。従業員14名ほどの中小企業です。私は北海道、東北、九州エリアと首都圏大問屋2社を担当しています。担当としては年間 1.2 億円の売上がございます。しかし年収300万いきません。妥当でしょうか？年間たった 1.2 億円なんで、まあ妥当なんじゃないかなと思いますけどね。でもその、交通費だったりいろんな経費とかもあるので、で、そんなに利益率高くないんじゃないかなと思いますけども。うん、なので、その、要は売り上げじゃないですか。要はその、お酒を作るコストっていうのが多分原価率 50% だとすると、まあもともと6000万円かかってますと。で、それに対して、じゃあ、まあ、会社の、まあ、お酒を作る上でも、じゃあ、従業員がいて、で、じゃあ、その、営業のための、その、なんか、飛行機代とか、ホテル代とか、で、その、卸に卸したとして、で、その後にもまた、その、卸で売れた後の売り上げとかもあるわけじゃないですか。なので、そんなになんか300万いかないぐらいは、地方で作ってるんだったら、そんなもんなんじゃないかなと思いますけど。なので、もし上げたいのであれば、もうちょっと規模のでかい会社にいた方がいいんじゃないかなと思いますけども。というわけで、はい、そろそろ終わります。すいません。水もなくなってきたので。職場の同僚をモラハラで直訴しているのですが、同僚は自分が悪いと思ってないので開き直りをして、そんなこと言われてむしろ気分を害したと逆に被害者面し始めました。また、直訴した人を詮索しないように上司から釘を刺されているはずなのに、詮索もしていて職場の居心地が悪いです。この先どう対処していけばいいでしょうか。まず同僚に対してあなたがやってるのが間違いで、その仕事は上司がやる仕事です。なので上司に対してやってくださいって言って、それ以上は自分で動かない方がいいと思いますよ。なのでもし対処されないとしたら、もうその上司が悪いので、もうその職場自体を辞めた方がいいかもしれないですね。新聞社に勤める30歳の報道カメラマンです。将来の自分が報道写真を撮るスキルだけしかない初老になること、その状態で会社が傾くことへ不安を感じています。新聞業界の先細りにも希望が見出せないですが、この年齢で他業界の転職を決断すべきでしょうか。ご意見よろしくお願いします。まあ、新聞社の規模によりますけど、あと30年ぐらいはどこもそんなに潰れるみたいな事態にならないんじゃないですかね。まあ、毎日新聞とかだとどうなのかな。まあ、リストラはあるかもしれないですけど、まあ、多分早期退職制度とかで応募していく人が減っていくぐらいで、ある程度は生き残るんじゃないかなと思います。ただ、給料が上がることはないんじゃないですかね。専門卒の社会人7年目です。大学に編入しようと考えているんですが、社会人を一旦離脱してまで通学課程に行くよりも、働きながら通信で大学資格を取った方が良いかなと思っています。ひろゆきさん、どうお考えですか？まあ、大学入りたいんだったら入っちゃった方がいいですよ。
7年目で専門学校卒だとすると27歳とかだと思うんですけど、今から入っても31歳新卒なので早ければ早いほど楽だと思います。その新聞業界でいうと毎日新聞は基本的に赤字だけど、その某宗教系の新聞を刷ってるのでそこの売り上げがあるのでなんとかなってるっていうのと、あとなんかヤフーニュースに割と配信をすることで収入が増えたのでなんとかなってるみたいな話は聞くんですけど、だから結局その本紙そのものの売り上げではあまりこう上がっていないということだと思うので、でまあ他の産経新聞とかもなんか夕刊やめたんだっけ、あれ安くしたんだっけっていう感じだったりするので、その新聞の本業そのもので売り上げ上げるというのはなかなかできてないので、まあ時間の問題で売り上げが下がってリストラ的なことにはなるんじゃないかなと思ってます。24歳男性です。祖父が要介護レベルの認知症でベッドに寝たきり、去年祖母が逝去し、東京に住んでいるおばが介護してるんですが、母親かっこ名古屋住みが介護のため実家に帰ると、どうせお金が欲しいだけでしょといった意図の言葉を母親に、スマホで母親が泣いてわびる動画を撮影したと聞きました。典型的な家族崩壊ですが、何かアドバイスをください。ちなみに先日帰省したところ、母から突然、投資信託知ってると私に質問してきたのでやめろと言いました。まあ、母親、まあ、どうなんだろうね。まあ、もう知った、関わってもしょうがないと思うんですよね。その、結局のところ、その、介護って、感情がものすごく絡むのと、あとその、介護っていくらしてももう治ることはないので、基本的には削れてく一方なんですよね。なので、その僕、介護っていうのはあんまり家族で抱え方ない方がいいんじゃないかなと思ってる派なので、基本的にはもう、どこかでその任せられて、まあ、その線が切れるんだったら切っといた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。なので、もしその、老人ホーム的なところに送り込めるんだったら、老人ホームみたいなところに送り込んだ方がいいんじゃないかなと思います。フラン就活生ですが、簿記2級と1年間マレーシア留学に行きました。ですが、自分の学歴としてきたことに自信が持てず、就活が不安です。就活のアドバイスと応援よろしくお願いします。その留学とやらが、本当にそのマレーシアの大学に1年間行って、日本の大学3年間の4年で卒業であれば、多分意味があると思うんですけど、そうじゃないとすると1年間遊んできたんですかっていうことになっちゃう受け取られ方の可能性もあるので、そこは注意してください。ただまあ、フランで簿記2級まで取ってて、まあ、英語もそれなりに喋れると思うので、そのトイックなりの点数があって簿記2級があるのであれば、その資格をアピールして大学の方はむしろそんなにアピールしないという方向であれば、努力ができる人って認められる可能性もあるので、なので、その資格でアピールする方向に行った方がいいんじゃないでしょうか。文系高校教師です。1000万稼ぎたいのですが、おすすめな副業、括弧 OK な学校ですはありますか？ありません。副業で1000万円稼げるのであれば、多分みんなそれ本業にしますよ。要は副業ってそのある程度の空いた時間で働いて稼げることを指すと思うんですけど、1000万円稼げてない本業の方っていうのは世の中にものすごい多くいらっしゃいまして、なので副業で1000万円で稼げるようなものが仮にあるんだとすると、多分そこの枠は全て埋まってるのと、あとその、一応その学校の先生でありながら、じゃあその今 18,777 人が見てるところで、これやったら1000万円稼げますよって言ったとして、他の人もやると思うので枠が埋まっちゃうと思うんですよね。で、こういう話僕何回かしてると思うんですけど、実は何回かヒントを出したことはあるんですよ。これやると儲かるよっていうのを。で、明確な言い方僕わざとしてなかったんですよ。で、結果として、それにうまく乗っかって、儲けてる人って、先月の合計で3000万円ぐらいいってるはずなんですよね。多分それ、手出した人の人数は、まあそれなりに多いんですけど、上位の人たちで行くと、月で3桁万円ぐらい儲けてたりするんですよ。っていうのがあるので、ちゃんとその人の話を聞いてればわかるんじゃないかなと思いました。文系科目で偏差値40から1年で偏差値60までいけると思いますか？全然いけると思います。
24歳、動画編集と HP 制作のフリーランスです。先日事故に遭い、左手に障害が残ってしまいました。パソコン操作がやりづらくなり、事故前より2倍の時間がかかってしまいます。続けていくべきか、諦めて別の道を探すべきでしょうか。別の道だとしたら、どのような仕事をやるでしょうか。別の経験は上場企業の営業2年のみです。別に全然大丈夫じゃないですか。あのランブルローズだっけ、あのコナミが出してるプロレスのゲームがあるんですけど、あれの、まあ、女の子のプロレスラーの絵を描いてる人が、あの口に棒を加えてペンタブで描いてるんですよね。なので、あの別にあの手が一本使えないぐらいは全然問題ないと思うので、要はあの両手両足使えない人がイラストで食ってたりする世の中なので、なのであの右手が動くんだったら何の問題もない気がしますけど、あと、まあ、あの、某 Z 竹さんみたいな、あの、口八丁手八丁で人を使うっていう手もありますし。なので、その、やる気の問題なんじゃないかなと思います。カグルや京プロって就活で役に立つと思いますか？まあ、あの、ちゃんと、あの、入賞してるんだったら、ちゃんとやってる人だ、すごいね、ってなるんじゃないでしょうか。NHK を撃退する方法を教えてください。また、撃退した後の対象を教えてほしいです。あの、送る人間違ってますよ。あの、NHK をぶっ潰せで言ってるあの立花さんのところに相談した方が、多分あの立花さんがステッカーとかやり方とかね、いろいろ言ってるので、あの僕じゃなくて、あの N 国党の立花さんに聞いてください。新人の高専教員です。担当は情報系です。高専についてどう思われますか。また高専教育にどういうことを期待しますか。あ、でも高専の人たちって結構優秀で就職も割と決まるっていうのがあまり世の中に知られてないと思うので、その高専生の就職率高いよねとか、その将来的にこれだけ稼げるようになった高専生がいますっていうのをもうちょっとちゃんとアピールした方がいいと思うんですよね。あの確か一部上場企業になってる桜インターネットの社長の田中さんは高専出身だと思います。舞鶴かなんかかな。大学卒業してからフリーターを数年間過ごして障害者雇用の公務員で春から働く発達障害者ものです。正直言って自分の能力の低さを自覚してるんで周りに迷惑をかけると思ってます。ひろきさんならどう立ち回りますか。もう別に普通に働けばいいんじゃないですか。最初は新人なんで迷惑をかけると思うんですけど、まあ、そのうち慣れてって ある程度覚えてって周りのその新しく入った人に教える先輩になったりっていうのになると思うので、別にあの人が最初迷惑をかけるのは当たり前だと思います。将来政治家になりたいと思っている21歳大学生です。どこかの地方議会議員になりたいと考えているんですが、やはり地元にゆかりがないと難しいのでしょうか。まあでも N 国党の人とか、その品川で受かったネルさんとか、立川で受かった横山なんとかさんとか、別にゆかりなくても受かっちゃったりするので、タイミングとノリでなんとかなるみたいですよ。キャビンアテンダントの専門学校に通っていますが、大学に行くべきだったと後悔しています。ご愁傷様でした。大学に行くべきでしょうか。はい。それともこのまま就活すべきでしょうか。まあとりあえず就活だけやっといて大学に行く準備をすればいいんじゃないですか。あのただまあキャビンアテンダントになれたらよかったねって話で、なれなかったらやっぱ大学行った方がいいよねってなると思います。僕はゲームアカウント販売で小中学生からなけなしのお金を絞り取って稼いでる高校生です。最高で月100万近く稼いだことあります。僕って俗に言う天才ですか。まあ、その、小中学生が満足して払ってるんであれば、全然いいと思いますけど、でも別にそういう人っていっぱいいるので、特に天才ではないと思いますよ。20歳女子学生です。女医は3人に1人しか結婚できない。残りは未婚か離婚だと授業となりました。今まで勉強ばかりで彼氏ができたこともなく、これからも勉強、仕事が忙しく、恋愛結婚できないと思います。昔から家庭を持つことが夢だったのですが、何か良い方法あるでしょうか。まず勘違いしてるのは、あの、女医さんが、結婚する気がない人が結構いるっていうので未婚が多いっていうのがあると思うんですよね。で、あの離婚って一方的に振られるのではなく、ジョイさん側が別れたいと思って別れるっていうことも多いので、要はその、 あの離婚したいっていう選択も取れるし、結婚しないという選択も取れるっていう、単に自由があるっていうだけだと思うんですよ。地方とかで全然その、要はあの仕事も見つからなくて結婚しましたって人だと、離婚した後の生活がままならないので、いくら DV でぶん殴られててもやめられない、その離婚することができないっていうので無理やり結婚生活を続けるみたいなのは結構地方であるんですけど、それに比べたらやめられるっていうのはそういうメリットがあるので、その離婚が多いとか未婚っていうのはデメリットじゃなくて、その自分で判断して選択できるっていうメリットだと思うので、なので自分が
がお金があるので、例えばひもみたいな、その可愛いけど全く働く気もなくて、お金稼ぐ能力がないっていう男の子と結婚するっていうのも、その自分が稼げるんだったら可能なんですよ。なので、選択肢が増えるという意味で受け取るといいんじゃないかなと思いますけども。総計卒26歳、年収700万の外資系 IT エンジニアです。日本でのキャリアに不安はなく、それなりに満足してるんですが、いつか日本の財政が傾いて税金が増えたりしたら嫌だなと思います。オンラインでコンピュータサイエンスの修士を取るなど、今後海外に移住できるよう準備を進めた方がいいんでしょうか。その、国民負担率と呼ばれる、その、日本の税金と、それに対する、国民がその払っ、収入の中で払った金額でいくと 46% ぐらい日本がいるらしいので、でその 46% なんですけど、その高齢者の方って働いてないじゃないですか。なので働いてる人たちが実際に払ってる額でいくともうちょっと高くなると思うんですよね。なので日本はだんだんきつくなると思うので、そんでもしその今すぐ辞めたい、今すぐどっか行きたいって言った時に行くための準備だと結構時間かかっちゃうので、今のうちから海外で暮らせるスキルは手に入れといた方が精神的にも、要はまあ、何かあったら海外行けばいいやっていう保険が得られるので、なんかスキルとしては手に入れといた方がいいんじゃないかなと思います。いつも録画配信をされていると思いますが、YouTube にはプレミア公開機能があり、プレミア公開すれば今のように自分でスパチャをする以外に視聴者からもスパチャをもらうことができます。一度プレミア公開してみるはいかがでしょうか。ところで最近も子供やおばさん比率は1割程度ですか。子供やおばさん比率 18% とかでした。なんか3日前ぐらいに聞かれて言った気がします。もうちょっと前かな。まあ、プレミア公開してみてもいいんですけど、録画ではあるんですけど、はい、なんだろうね、まあ、本当に録画すると、コメント全くない状態で、1時間ちょっと喋るって、すごく難易度の高いことをしなきゃいけないじゃないですか。はい。建設業界設計入社予定の大学4年の男です。塾講師としてのアルバイトをしてるんですが、この仕事が転職なのではないかと思うようになりました。そこで建設業界で働いた後に塾講師に転職し、最終的には塾を立ち上げたいと思っています。今後の日本の建設業界と教育業界どうなっていくでしょうか。また転職は何年を働いた後にするべきでしょうか。社会を知るために一度建設業に進もうと思っています。まあ、建設業は基本的に縮小していく一方だと思います。まあ、日本の地価が下がって、新しく不動産を建てるっていうほどのお金持ちはだんだん減っていくっていうのがあるので、で、まあ、少子化もあるので、塾の全体の売り上げは下がるんですけど、ただその塾とかって、例えば鉄力会みたいな、ここの塾に行くと効果があるよねって分かってるところはちゃんと売り上げが保てるんですよ。ただその建設業界とかって別に建物を建てるのであれば、ある程度どこで頼んでもそれなりのものは作ってくれるので、ここだったら超絶いい建物建ってくれるから3倍払うとかあんまないんですよ。有名なところだから頼む。でも、価格としては 1.5 倍とかせいぜい2倍ぐらいで、教育の場合っていいとこだったら10倍払うみたいなのも成立するので、なので本当にやる気があって売り上げ立てられる自信があるんだったら、教育は全然ありなんじゃないかなと思いますけど。カズミュージックルームさん1万円払ってるのにコメントなしっていうね。30歳会社員です。私は今まで一度もいたしたことがない本物の童貞です。他人に比べて性欲が異常にないようです。私は無理やりでも性欲を起こすべきでしょうか。まあ、ないんなら別になくてもいいんじゃないですか。やりたくないんだったらやんなくてもいいと思いますよ。単貯金じゃなくて自分で銀行に預金するのと財形貯蓄ですか。もう一つ質問させてください。先日マスクの有効性を示した東大の論文をして、マスクをする必要がないよねってツイッターでつぶやいてる人がいました。ボケなのかと思いましたが、過去ツイートを見ても同じことを言っていました。こういう人どう思いますか。結構ツイッターにいるんですけど、日本語読めない日本語書いてる人っているんですよね。なのですげえ不思議だなと思うんですけど、やっぱ頭の悪い人が可視化されるのはインターネットの面白いところだなと思ってます。普通に生活してると、なんかそこまで頭の悪い人に会うことがないのと、頭が悪い人って頭が悪いというのをある程度社会では自覚してるんですよ。要は会社の中で頭の悪い人がいても、まあ成果も出してないから、その自分頭が悪いと思ってるので、そんなに俺がって言いないですけど、なんか Twitter だと頭が悪いにもかかわらず俺がでどんどん書いてくる人っていうのがいるんで、やっぱインターネット面白いなと思って見せたりします。30歳会社員です。私は今まで一度も、あ、これ読んでですね、すみません。アスペ持ちの友人が先日マルチに勧誘されてセミナーに行ってしまったそうです。結果を聞いたら理解ができなかったとのこと。発達障害で得する場面もあると思いますが、ひろゆきさんどう思いますか。よかったですね。結果として損しなくなったんで、はい。
なので、いろんなスキルで、その、騙されにくいというスキルが手に入ったってことですね。はい。システム開発会社を経営しています。これまで受託開発のみで売り上げ上げていますが、今後は自社プロダクトを出していきたいと思っています。そこで製品のアイデアについてですが、ブルーレッドオーシャン考えずにガンガン出してみて、反応がいいものの感じにマーケ予算を組んで力を入れるというやり方を考えています。でも全然アイデアが浮かびません。アドバイスお願いします。まあ、アプリであれば、その、無料と有料のアプリランキング見て、パクれそうなやつを片っ端からパクってみてください。要はそのランキングに載ってるってことは需要があるということなので、で、そこの需要があるところに投げて、ちょっとでもプラスアルファの機能があると、あ、こっちの方が便利じゃんっていう風に人は流れてくれたりするので、なので、普通のウェブサービスだとそういうランキングみたいなのがないので、どれがどう受けてるか分かりづらいんですけど、それがちゃんと可視化されるっていうのがあるので、なので、ランキングを利用するといいと思います。相談したい内容が転職しても文字数がオーバーしてしまいます。どうすればよいですか？なんか、漢字をいっぱい入れると文字数短くなりますよ。結婚してから精神疾患を発症し、夫に再婚したい相手ができて4年前離婚。現在生活保護で暮らしていますが、理解してくれる人がおらず、友人に打ち明けるのも怖く、一人暮らしで人に会わない、話さない生活で孤独に苛まれています。生活保護は堂々と暮らすなという世間の雰囲気はこれからも変わらないのでしょうか。まあ、結局その働いて苦労している人が多いので、働かないで生活できる人に対して強く当たるというのは、景気が悪くなればなるほど発生すると思うので、Twitter の匿名アカウントとかで、生活保護の人同士で集まってみるといいんじゃないでしょうか。自分は友達から話がつまらないと言われます。話を面白くするにはどういったことを意識すればいいでしょうか。まあ、面白い話をしてる人の話をまんまパクればいいと思うんですよね。滑らない話っていうのを松本人志さんがたまにやってるんですけど、で、5分ぐらいで割と面白い話をする芸人さんとかいるので、あれまんまパクって喋ってみてください。練習でね。で、それでとちらないでそれが喋れるようになると、その話をするだけで滑らない面白い話ができるんですよ。別にオリジナルで面白い話を考える能力がなくても、人に面白いと思ってもらうっていうのは、パクればいいだけなんで、なので能力がないんだと思えばパクってください。いつも楽しく拝見しています。現在、梱包用資材の、紙紐を使った手芸で副業しているんですが、何を作った例法ですか？売れそうですか？ちなみに今、ミニカーやペン立て、筆箱などの小物を作っています。何かアイデアをいただけると嬉しいです。紙紐で作るものがどういうものなのか、イメージが全くわからないんですけど、ミニカーやペン立てとか、役に立つ小物って、なんかあんまりそれが欲しいと僕思わないので、めちゃくちゃ役に立たないものを作って笑いを取る方向に行った方が、まだ Twitter とかでバズるんじゃないかなと思いました。自分が働いている場所の代表が従業員のことを全く考えず、12時間以上休憩なしに週6日働かせても10万円の給料で働かせていることを知りました。おかしいと言っても従業員をボロ雑巾のように扱いといてきません。何か代表が変わる策はありますでしょうか？記録を取って労働基準監督署に行ってください。大学生です。私は中小企業診断士の資格取得に向けて勉強中です。この資格は社会人になっても取る人が多数ですが、時間のある学生の間に取得を目指しています。この資格は就職の際有利に働きますでしょうか？また逆に煙たがられる場合あるでしょうか？煙たがられることはないと思いますけど、業種によっては別にそんなものがあってもうちの会社はそんなに使わないよっていうのもあると思うので。なので、就職したい業界によると思います。2000年に起きた西鉄バスジャック事件で、ひろゆきさんは嘘が嘘である人でないと難しいとインタビューに答えて映像が有名ですが、妙に黒幕っぽい格好は友達と面白がって決めたというのは本当ですか？いや、僕そもそもスーツ持ってなかったので、もらったスーツのセットをそのまま着た、ワイシャツとネクタイをそのまま着たっていうので、僕喪服しか持ってなかったんですよね。なので、もらい物そのままセットで使ったわけです。はい。というわけでそろそろ参ります。専門卒設計業24歳です。もともとは専門学校からの就職先にあった大手の警備会社に新卒で入ったのですが、1日10時間立ちっぱなし&体育会系の職場が合わなくてパワハラもひどくて精神的に参ってしまいました。1ヶ月で辞めました。その間、傷病手当を半年もらいながら就職先を探して、第二新卒で今の会社にありつきました。今の会社はデスクワークで座って仕事をすることができ、原子力関係の設計職をやっています。
おめでとうございます。報告をされたからおめでとうございますぐらいでしかないんですけど、はい。よかったと思います。28歳一児の母、旦那との関係がうまくいきません。話し合いたくても自分の気持ちを言葉にできないと言って応じてくれず、提案した解決策に納得いかなくても代替案を出すなどしてくれません。精神的に疲弊してきており、離婚も考えています。子供を育てるだけの収入はあるので、自分の幸せを大切にしたいと思っています。LINE とかメールとか、テキストでやり取りするようにしてください。その、口頭で言う場合って、そのリアルタイムで反応しなきゃいけないし、疲れてるとかやりたくないっていうのがあるので、テキストでじゃあこれ、1日経ったけど返事まだとかって、まあ、その、返事は1日来てませんっていうのは口頭で言ってもいいと思うんですけど、その、やりとり自体はテキストとか文章でやるっていう癖をした方が、つけた方が、もうちょっと進展するんじゃないでしょうか。だからといってやりたいという仕事もありません。どうすればいいでしょうか。ちなみに専門では市役所公務員等に入るために勉強していましたが、基本科目はできていなかったので点数は悪く受かれませんでした。これどれにつながってるやつなんだろう。やりたいことがないんだったら給料が高い仕事やれんじゃないですか。アメリカに留学しているものです。自分は今マネジメント学部専攻なのですが、おすすめの学科は、または将来役に立つ学科の方が教えてあれば教えてください。自分としては今のところファイナンスを考えています。すでにもう学部専攻してるんだったら、そのままマネジメントでさっさと卒業した方がいいと思いますよ。別に今更なんか転部して時間をかけるのはもったいないと思うので。今度の衆議院選挙の予想をご教授ください。無理っすね。無理っすねっていうのは、大方自民党が勝つんですよね。大方自民党が勝つんですけど、ただ自民党が勝つんですけど、何かそのワンチャン起こる可能性がないかというとそうでもなくて、広島に1億5000万円賄賂配ったよねっていう事件があって、要はその1億5000万円分の賄賂を自民党っていう党からもらった河合案里さんっていう人が広島の県会議員とか町長とかいろいろばらまいたっていうのがあって、で、まあ、あれが多分時間の問題で自民党が配ったよね。で、その時配るのを決めたのは安倍首相と二階幹事長だよねっていうのが多分確定しちゃうと思うんですよ。で、その時の事件っていうのと、あとその桜の、なんだっけ、森掛の桜の方とか、あそこら辺っていうのを検察がまだ諦めてないという説があるんですよね。なので、もし検察が自民党に対して踏み込んで証拠を押さえて、要はその1億5000万円の買収って、そもそも論1億5000万円のお金を出すって、うん、それ買収する気で出したよねって言われると、まあ、安倍首相も責任あるよねってなっちゃうじゃないですか。そうすると自民党として違法行為をしたという形になるので、そうすると10月に選挙があるときに、まあいやいや、さすがに自民党まずいっしょってなる可能性があるので、なのでその何事もなかったら多分自民党勝つし、まあオリンピックやらないぐらいでも自民党が勝つと思うんですけど、検察が本気になるとちょっとどうなるのかわかんないかなという気がしてます。ただそのなんか立憲民主党に人気が出るとか、その山本太郎さんの党が人気が出るとか、その何もしない状態で自民党以外の党が人気が出るっていうパターンはほぼないんじゃないかなと思います。なので検察次第か自民党の自滅のどっちかかなと、もし何か変化があるとしたら。という気がしてます。27歳 IT 企業会社員です。リーダー候補としてマネジメント業務を任されているのですが、最近一方的におりました。理由としては1年半内で私のプロジェクトはリーダー不在で、私は役職もつかずメンバー評価のままマネジメント業務だけが増えたためです。上司からは無責任だと指摘を受けましたが、腑に落ちません。私の判断が間違っていたのでしょうか。この件で次回評価が下がるかもと言われている転職も考えようかと思ってます。辞めるのではなく、役職手当をつけてくださいって言うべきですね。要は、役職手当をつけていただければリーダーを続けます。役職手当をつけていただけないのであればリーダーを続けられません。それは上司の方判断してくださいっていうので、上司にボールを投げるべきでした。なので、もし今でも言えるんだったら、その上司の方に、じゃあ役職手当をつけていただけるんだったらリーダーに戻ります。なので、そこは上司のあなたの判断で決めてくださいっていうので、ボールを上司に投げてください。そもそもなんか手当を出さないという時点で僕は上司が悪いと思いますけどね。以前陣痛がわからないと相談した妊婦です。元気な男の子を出産しました。あ、おめでとうございます。ひろゆきさんは体内記憶ってあると思いますか？また体記憶って意味があるのでしょうか？ないと思います。
あると思いたがる人はいるんですけど、残念ながら、脳の構造上、そこまで、発育してる子供はほぼいないです。ただ、生物なのでいろんなばらつきもあるので、その、0歳の段階で、めちゃめちゃ脳が、ネオのその進化していて、そのいろんなものもわかるよっていう子供もいるかもしれないですけど、ほぼ意味ないです。要は、例えば赤ちゃんって最初のうち、目あんまり見えてないんですよね。その明るいか暗いかしか見えてないとか、で、音も、音が鳴ってる鳴ってないぐらいしかわかんなくて、その明確な音階とか声質とかわかんないんですよ。なので、仮に記憶力があったとしても、音がまず、音が鳴ってる鳴ってないしかないのだとすると、そもそも論、じゃあ、言語を喋ってたとしても、その言語の記憶はできないんじゃないですか。だって聞こえてないんだもん。で、じゃあ、例えば、目の前の人が、文字を見せてますとか、数字を見せてますとか、こんな人でしたってなっても、目が、発育してないから明るいと暗いしかわかんなかったら、誰かもわかんないじゃないですか。なので、そういう意味でいくと、記憶が仮に可能だとしても、情報を得るための目とか耳っていうのが、器官がまだ出来上がってないので、まあ、ほぼほぼ無理だと思います。ただ、匂いに関しては、結構小さいうちから匂いの記憶ができるんじゃないかという説があって、で、それでも母親の匂いとか、いや、ミルクの匂いとかと嗅ぎつけて、お乳を吸うようになるみたいなのがあるので、だって、匂いに関してだけは記憶は結構早めなのかもしれないですけど、ただ、匂いの記憶があることで、それで対教というほどの効果が果たしてあるのかっていうと、かなり難しいんじゃないかなと思います。新生児の視力は 0.01 ぐらい。そうなんだ。25歳女性看護師です。職場の30代前半男性介護士、バイツイチ子持ち、かっこ養育士、支払い中、実家暮らしを好きになりました。どうしても付き合いたいのですが、どうアプローチするのが効果的ですか？二人にきりになるタイミングはあるけど、どう距離を詰めればいいかわかりません。飯行きたいって言えばいいんじゃないですか？ランチとかで、昼飯一緒に行きませんかとか、誘う理由がないのであれば、ちょっと大食い系の店、ジローに行きたいとか言ってみてください。要は女性の友達とは行きづらいと。ジローという店があるらしいけど、一回行きたいんだけど、誰も一緒に行ってくれないと。で、男性であれば、ジロー行きたいよって言ったら、ああ、もういいよ、別にっていうので行ってくれるので、なので、誘うための客観的理由をちょっと、ジローっていうのに言ってみてください。ジロー食いたくなくても食ってください。食ってみると結構美味しいですよ。大卒社会人26歳男です。地方第一市議に勤めています。業界の将来への不安と、勤務先店舗のパワハラで春から手帳活動していましたが、7月からの採用で人材業界リクルート社から内定がもらいました。働く地域を限定する正社員業職として働きます。給料が500万になります。年間休日も20日以上増えるので好条件ですが、リクルート社営業はハードのイメージで不安もあります。営業マンとして現在の仕事内容に不安はないですが、広くさんはどういう選択をしますか？転職すると思います。別に営業マンが割と好きだというので営業職に行ったと思うんですけど、リクルートが合わなかったとしても、元リクルートだと転職しやすいので、まずひとまずリクルートに入って1年ぐらい働いて、向いてねえなと思ったら休業とかしながら、一応働いてる、休職とかしながら働いてる期間伸ばして、で、元リクルートで一応働いてましたというので転職すればいいんじゃないでしょうか。25歳男です。職場でよく怒られるんですけど、毎回余計なことを言ってさらにヒートアップをさせちゃいます。謝ってばっかりでも怒るし、何回言うと怒るし、どうすればいいんでしょうか。黙ってればいいと思います。この前試しに仕方をしてみたら過去一で怒られました。また黙り続けてください。基本的にもう相手が怒りたいだけなので、で、仕方してることに対して怒るって何度もやるのって結構難しいんですよ。何かを言ったことに対して怒るって、その言葉尻とか言い方とか単語とか、その言ったことに対して怒る理由を探すのは結構できるんですけど、相手が何も言ってない時って怒る材料を探すのが難しいんですよ。なので、しかとすんなよで一回怒ったじゃないですか。しかとすんなよを広げて他の理由で怒ろうと思っても、しかとすんなよ、無視すんなよとか、そのしかとを別の言い回しをして怒るしかできないので、怒るための言葉のボキャブラリーがなくなると思うんですよ。なんでそうなると、ムキーってなるだけになるので、なのでしかとっていうので怒らせるを何度もやってみてください。それでもし、ボキャブラリーがあるんだったらすげえ興味があるので、ちょっと、続編教えてください。しかとしてる人に対して怒るボキャブラリーって普通、そんなに思いつかないんで、他にあるんだったら知りたいっす。
海外の反応的な動画で日本の技術や文化が褒められているという動画が人気ですが、アメリカの最大の投稿サイトを見る限り日本のイメージはかなり低下していて、むしろ第二次世界大戦に対する認識、男女格差、捕鯨などでよく叩かれています。技術的な面でも日本はもう遅れているというコメントをよく言います。実際褒められるより叩かれている方が多い気がしますが、実際の日本のイメージはどうでしょうか。これも間違ってると思います。叩かれもしません。もう日本の存在を忘れられてるが正解だと思います。要は中国とかって、まあ話題になるし、割とそのアメリカと戦ってるのって叩かれるんですけど、例えばじゃあ、日本で、イタリアのこと話題になりますかとか、その、ギリシャ、トルコのこと話題になりますかっていうと、トルコ料理美味しいよねとか、ギリシャって昔オリンピックあったよねとか、なんかその、話にはなるんだけど、現代のギリシャとか、現代のトルコの話ってしないじゃないですか。最近のトルコのメーカーの新製品の話とか、イタリアの話って言っても、まずフェラーリとかありますけど、っていうぐらいしかしないんですよね。なので、日本ってみんな知ってるけど、日本のことを知らないし、話題にもならないっていう、その、褒められもせず、叩かれもせず、話題にならないっていうポジションにすでに日本はいます。はい。まあ、オリンピックで多少話題になってますけどね。先ほどの38歳、うつ病歴14年、既婚男性です。私は障害に行くで、障害年金を昨年から受給の無職で、妻は栄養管理士で手取り20万程度、2.4 万の1件に2人と暮らしています。受験費用等で借金返済中です。ルークさんのご助言に従い読み切って1年利用したいと思います。おめでとうございます。どうせ暇だと思うので、食える野菜作ってください。まあ、うちラズベリーとか、ミントとか育ててるんですけど、とりあえず食える野菜とか果物とか、種とか買ってきたりとか、トマトとか、ミニトマトとか、ほっとくと伸びたりするんですよね。あと、パセリとか、あと、なんだっけ、貝割れ大根とか。ああいうのちょっとずつ育てて食べるっていうので、その、植物を育てて、大きくなったとか、日に当てると大きくなるな、みたいなので、自分のやった行為で何かが育っていくっていうのと、で、その結果食べれて美味しい、食費も減ったっていう、そういうちょっとずつその物を育てて得をするっていう、そういう経験をやっていくと。で、どうせ暇なんで、こういう肥料やった方が育ちやすいよねとか、いろいろ試行錯誤するといいんじゃないかなと思います。東大文系1年です。商社総合職、外資系金融、コンサル、ガーファイム等への転職を望んでいます。コロナ後に新卒採用がどれぐらい戻るか不安です。4年後、6年後の就活市場はそれぞれどんな状況になってるでしょうか。小学期リーマン現在と、こっちか。あれ止まってない？ん？どれがなってんだ？あ、違うか。止まったんか。氷河期リーマン現在と比べてどれほど厳しいでしょうか。また不況でも採用が見込める業界、 AI に代替されにくい業界、英語留学簿記、プログラミング以外の就活対策、新卒海外就職の選択肢への見学も伺いたいです。すいません、片手間であんまりちゃんと読んでないので、すごいざっくりとして一般論で答えてしまうんですけど、まずリモートワークがすげえ普及しちゃったので、人を取ること自体はかなり減ると思います。いや、その、リモートってやっぱり失礼だよねっていう時代が今まであったので、ある程度ちゃんとした仕事ってリモートではやらなくて人会わなきゃいけないよねになったんですけど、今リモートで全然いけるじゃんっていうことになったので、なのでそのリモートで全然いけるじゃんの文化はもう変わらないと思います。なので、できるだけ人を雇わないっていうのと、別にその東京のやつ雇わなくていいよねっていう。なので、その別に海外のやつとかでも地方のやつでも優秀なやつを雇えばいいよねっていう形になるので、なので、まず人の採用自体が減るのと、あとその別にじゃあ日本の中で選ばなくてもいいよねっていう形になるので、その今までよりもその、うまくいってる業種ほど就職は厳しくなると思います。で、その要はコロナも結局その完全なコロナ解決にはならないと思うんですよね。今ワクチン打ってますっていうのになってるんですけど、その、なんかベトナムでインド株とイギリス株が悪魔合体をした、そのなんかインドイギリス合体型コロナワクチンみたいなのがあって、それはワクチン効かないかもしれないし、その、増える速度めちゃくちゃ速いみたいな、っていうのが、もうコロナ流行って1年で出てきちゃったんですよね。要はなんかイギリス型いたよねとか、南アフリカ型いたよねとか、でまあインド型いたよねとかっていうので、で、さらにいろんな国から出て、でまあ多分今度のオリンピックで世界中のこのコロナが集まって、すごい悪魔合体が多分されると思うんですけど、孤独みたいな。っていうのがあって、なのでそのワクチン打ったからって言って、じゃあ今まで元通りって言うとならないと思うんですよね。なので結果としてやっぱり人の移動は少ないし、そのあってなんとかっていうのも少ないし、じゃあ飲食店とかっていうのもなかなか少ないよねっていう構造もあんまり変わんないと思うんですよね。で、じゃあその飲食店減りましたって、そこのじゃあ就職も減るし、じゃあ建築系の需要っていうのもだいぶ減りますよねと。
で、まあ、その、要は、リモートでみんな働けるから、別に都内で集まりしようないのみたいなのが世界中で起こるので、っていう感じで、なかなかきつい状況っていうのは、4年後でも変わんないと思うんですよね。で、6年後ぐらいまで行くと、多分その、今から、まあ、テスラとかもそうなんですけど、その配送とかも別に人間がやる必要ないよねっていうので、その配送自体も自動車がやります、その無人自動車がやりますとか、ドローンがやりますっていうの、多分6年だとアメリカでは実用化されてると思うので、そうするとますます人間いらないよねっていう形が進んじゃうと思うんですよね。なので人間ってそんなに就職させる必要ないよねっていうので、新卒を取るっていうのじゃなくて、中途で優秀なやつっていうのを雇った方がいいよねっていうのは、かなり加速していくんじゃないかなと思うので、なので4年後っていうのが要は新卒になる年代を指したと思うんですけど、で、6年後は院に入った後っていうのを多分言ってると思うんですけど、その社会経験がなくて未知数な人を雇うってリスクなだけであんまり意味ないよねっていうふうになりがちだと思います。で、日本の場合って多分日本も6年後労働系の法律変わってなくて、人の首切るのって超大変だよねっていうのはあんま変わってないと思うんですよね。なのであんまり人を取らないっていうのは多分企業のその姿勢としては変わってないので、そうすると海外の方が多分採用されやすいと思うんですよね。要はアメリカとかだと採用してみて、これ無理だわ、この会社潰すわって簡単に潰すんですよ。で、もうこの部署なくすから全員クビなとかっていうのもやるんで、なのでアメリカの方がむしろ採用はやりやすいと思うので、もしその、まあ、東大生で文系1年であれば、その外国語を喋れるようにするっていうので、海外の企業に最初から現地採用されるっていうのを意識しておいた方が安全じゃないかなという気がします。まあ、とはいえ優秀だと思うので、日本でも食いっぱぐれることはないと思いますけどね。セミリタイアしようか迷っています。30代前半、看護管理者年収600万、実家が月300万円以上収益があるマンション1棟所有、仕事のせいで要介護の親の世話ができず、プライベートの時間不足、年収が魅力なのと親のすね価値に抵抗があり、看護以外の能力もなく、一応税対策で会社にしていますが、不動産の知識もなく将来が不安で迷っています。りょうきさんがあったらどうしますか？働きません。僕だったら絶対働かないです。まず、なんか、働いてることに対する、要は、親のすねかじりの抵抗っていう部分がわかるんですけど、ただ、プライベートの時間不足って、人生の損だと思うんですよね。別に親の世話したくないんだったら全然いいと思うんですよ。ただ、親と一緒にいる時間って限られてますよ。だから、親の世話したくないから働くだったら全然いいんですけど、プライベートの時間不足ってことは、親の介護もある程度したいと思ってると思うので、で、30代前半だとすると、まあ、多分、ご自身、あと2、30年ぐらいで、ご両親どちらか亡くなると思うんですよ。なので、例えば20年間働いてて、あんまり親孝行できなくなりました、死にましたっていうよりは、どうせ金があるんだから、もうプライベートで普通に親と仲良くしときゃいいんじゃないですか。おはようございます。おはようございます。ギフトさん。トイレットペーパーに嫌いな上司の顔を印刷して使ってます。たくさんあるのでメルカリで販売したら本当に売れてしまいました。これは先日その上司がうつで休職したところと関連があるのでしょうか？会社のトイレで扱ってます。それも、会社のトイレにその上司の顔の印刷したトイレットペーパーをつけてるってことは、まあ上司わかってますよ、それ。ただトイレットペーパーに印刷するのって結構難しくないですか？その印刷した後ちゃんと巻き直さなきゃいけないので、なかなかの難易度だと思いますけど。なのでまあ多分そういうことやれる人って多分この会社の中だとあいつだろうなっていうのも多分バレバレで、で、メルカリのそのアカウントとかでも、あ、絶対あいつじゃんみたいに分かってると思うので、多分バレてると思いますよ、はい。どうせ切り抜きで顔面アップされるんだし、カメラに近づけたら、僕あんまり映りたくないんですよね。ずっと映り続けているのもなんなんですけど、だから、なるべくこう、カメラ遠めにして、そんなに違和感ないようにしてて、自分が映ってるのを見るのも見られるのも、実はあんまり好きじゃないんですよ。YouTuber 的なポジションだったりとか、あと、僕テレビの仕事とかもしてるので、テレビに出てたりすると、人前に出るのが好きな人なんだろうと思いがちだと、大体出てる人、人前に出るのが好きな人なので、その推測をすることは全然正しいとは思うんですけど、僕、実は人前に出たくない人なんですよ。裏方志望なんで。なので、ただ YouTube 的に人の顔が映ってないとうまくいかないので、映らざるを得ないんですけど、なるべく遠くの方でちっちゃく映ってたいっていう、そういう願望のもとにやっております。初任小学校教員の兄の話。兄は記憶系発達障害、仕事がうまくいってない、不祥事多数、公開授業批判の嵐、残業時間月100超え、それでも仕事が終わらず、生徒成績表などを私が作成、本人枠ブラックリスト入りで来年にはクビ。
対して良いところ内定もらったら養ってあげると冗談で言って泣かれた。兄は少し前まで統合失調症、姉はうつ治療中、両親は人格が破綻。私は大学生で無知、頼れる人なし、どうしたらいいでしょうか。また私は兄を見下してしまっているのでしょうか。多分見下しちゃってると思うんですけど、ただそれが兄に伝わらなければ全然いいと思います。で、この状態だともう働くの難しいと思うので、素直に生活保護か障害者年金もらう方向にしちゃった方がいいと思いますよ。民間だったら自分と会社の問題なんでなんとかなりますけど、その関わってる子供たちが、それでちゃんと授業を受けられないとか、その内心のなんかあんまり良くならなかったので、そのせいでいい学校行けなくなりましたっていうと結構一生恨まれたりするので、なので、ちょっとその人の人生に関わる仕事はやらない方がいいと思うんですけど、でも教員ぐらいしかやれないというのであれば、もう障害者年金とかに素直に行っちゃった方がいいんじゃないかなと思います。以前大手スーパーで働きながら副業の手相鑑定で年2500万稼いでることを質問したものです。あれ、店長候補になった人ですよね。今後副業を大きく伸ばしたいのですが、売上さらに上げたいのでご意見聞かせてください。今は1000の意味をイラスト化して提供してます。ご自身がやらないと出せない結果なのか、ある程度他の人を雇ってその人にやってもらえるのかっていうのと、あとその営業も多分ご自身でやってると思うんですけど、もうその営業専門の人雇っちゃってガンガン営業してもらうとか、プロモーションしてもらうっていうので、単価を上げる方向にした方がいいかもしれないですね。ちょっと一人いくらでやってるのかわかんないですけど、ある程度その実績がある人だったら別に5万円でも占ってほしいって人がいたりするので、なので宣伝をちゃんとやってブランディングを作って、で単価を上げる方向に行くといいんじゃないでしょうか。20代から水商売男、30歳で辞めようと思ってます。いくら貯金できれば優秀ですか。30までに1000万貯金できてれば、ある程度いろんな余裕ができるんじゃないかなと思います。この会社を建てるだったりとか、働かないでもダラダラと世界で旅行するみたいだったり、なので1000万貯めるのをちょっと目標にして頑張ってみるといいんじゃないかなと思います。ゲーム配信伸びるコツがあればうんこ食い以外で教えてほしいです。イケメンとあと声がいい人が伸びますね。副収入として太陽光発電の収入を得ています。将来的に不安です。どう思われますか。将来的にかなり厳しいと思うので売っ払った方がいいと思います。今日本って割と大雨がすごい降るようになっちゃって、熱海みたいな崩壊しちゃって土石流みたいなのが割とその山林で起こりがちなので、で今後も雨は増えていくようなので、時間の問題でそういった影響を受けるかもしれないので、なので売れるんだったらさっそく売っちゃった方がいいと思います。コロナの死者数がインフルの恐れを超えたことをちょっと調べれば分かることは無視するのに、ワクチン接種後の死者数が何人を経たぞって話題を繰り返し大騒ぎする人たちは、そう、統合失調症なのでしょうか。その数字自体を比較するんじゃなくて、不安であることっていうのの、その感情の方を強調して理解しやすくなっちゃう人だと思うんですよね。例えばじゃあそのコロナのワクチンを打たないでコロナになった人はこれくらい死んじゃいますよって言われても、自分はコロナになってないし周りにコロナで死んだ人はいないから、コロナで死んだ人はゼロでやるっていうカウントをするんですよ。でワクチンを打った人で何パーセントでこういうことがありますよっていうと、ワクチンは自分がこれから打つことになるのでそれは発生する。なので見えてないものは発生しないし、その注射っていうのは見えるものだからそれは怖いみたいな。なので、アフリカを見たことないから、アフリカ人はいないっていうタイプの人なんじゃないかなと思いますけど。子供の習い事で英語を習わせようと思ってるんですが、ネイティブの先生か日本語講師で悩んでます。ネイティブの講師は日本人講師より2万ほど高いです。日本人講師に変えても良いと思いますか？いいえ。お金の問題で、その変な教育を受けさせるぐらいだったら、受けさせない方がまだマシだと思うんですよね。一応僕もその日本人講習のなんか英語学校みたいなこと、子供の頃に行ったことありますけど、結局その、子供5歳から10歳ぐらいまでって、脳がどういう音を聞き分けるかっていう成長もするんですよね。なので、大人って、日本人の大人の場合、RTL の音の聞き分けはできないんですけど、5歳、10歳の間に RTL の音ちゃんと聞いてると聞き分けられるって言われてるんですよ。なので、できるかどうかわかんないですけど、たった2万円ぐらいで、その RTL のネイティブの音の聞き分けできるようになるのであれば、それは、将来だいぶ大きな価値を生むので、そこでなんか2万円ケチるのはどうかなと僕は思います。はい。31歳フリーターです。掛け持ちで収録で働いて年収400万です。社員として働きたいのですが、PC も得意ではないし、資格は車しかありません。ドライバー系の会社に就職した方がいいですか？就職できるんだったらその方がいいんじゃないですか。
その就職できるかどうかの話で、就職できるんだったらアルバイトよりも普通に正社員とか契約社員の方が全然いいと思いますよ。その資格がどうこうとかどういう仕事とかじゃなくて、その単純にアルバイトだとその雇用が安定してないので、まあクビになってもしょうがないよねっていう。ラズベリーの栽培って大変ですか？私もやってみたいと思います。他に何か育ててるものありますか？ラズベリーは水あげるだけで育つのでだいぶ楽ですよ。僕は肥料もあげてないので。あと、ミントを育ててますね。名前忘れちゃった。他のハーブも育てたんですけど、枯れちゃいました。はい。なんだっけ？日本語の名前と英語の名前とフランス語の名前でこう植物の単語を覚えなきゃいけないので、もう日本語で何て言うんだっけっていうのが分からなくなっちゃうんですよね。すいません。今年35歳、独身子供部屋おじさんです。18歳で脳腫瘍が見つかり手術、以降後遺症と戦いながらパートで生活、30になってから病状が安定、社会に出るようになりました。昨年コロナ禍で契約社員の仕事がなくなり、1年失業保険で生活しましたが、4月で終わり。在宅のデスクワークで仕事ができないか転職活動してますが、勤め口が見つかりません。PC の前で12時間座って作業するのは苦にならないのですが、何か良い生計の立て方ってないでしょうか？アドバイスお願いします。クラウドワークスみたいな、素人でもとりあえずこの仕事できますっていうと仕事が取れるサイトっていうのがあるので、そういうところでウェブ系の、まあ、デザインだったりとか、まあ、ブログの記事書きますだったり、HTML だったりとか、まあ、プログラムとかそういう感じでウェブ系の仕事をちょこちょこ無理して頑張って受けてみるといいんじゃないでしょうか。カンカン同立の大学の法学部2回生です。将来のために何か法律関係の資格を取りたいと考えているんですが、どれを勉強するか悩んでいます。弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社労士、弁理士、宅建士など、難易度やこれからの授業を含めておすすめの資格はありますか？食いっぱぐれないでいくと多分一番難易度の高い弁護士になるんですけど、ただ本人がやりたいかどうかによるんですよね。で、ただ弁護士になっても食いっぱぐれてる人はいます。磯弁と呼ばれる、事務所に所属する形で給料をもらいながらいる弁護士であれば、まあ、食いっぱぐれることはないんですけど、そんなに収入ないよねっていうのと、あと結局上司の下で働かなきゃいけないっていうのがあって、まあ、せっかく修行なのにやってることサラリーマンと変わらんよね、みたいになっちゃうので、なので、どれが向いてるかっていう本人のその好き嫌いで決めた方がいいんじゃないかなと思いますけど。まあ、ただ勉強が得意ですってなったら、とりあえず弁護士を取りに行ってみて、失敗したら司法書士とかでもいいんじゃないかなと思いますけど。ヤニカスの先生がいるんですけど、その人の授業のテストでもないし、その人がテスト監督でもないのに部活で禁にされました。その人に朝練の時に健康観察カードを投げました。このヤニカス人事に一言お願いします。その部活とその先生は何の関係があるのかな？部活の顧問なのかな？まずその先生がなんで部活で禁にしたのかという理由がわからないんですけど、何らかしらの理由がないと多分ならないと思うんですけど、もし理由がないのであれば他の先生に相談してみてください。要は理由もわからずこうなりましたっていうと、多分その先生が聞いてくれると思うんですよね。なんで部活で禁にしたのっていうので。それで理由を聞いて、その理由が納得できないんだったらまた話をすればいいんじゃないでしょうか。県庁所在地の役所職員、人口流出が激しすぎてどんどん衰退していってます。役所内部はそこそこブラックです。将来についてどう思いますか？コロナ禍で大阪とか東京とかの大都市の人口流入は多少止まったんですけど、ただ基本的にはもう大都市の人口ばっかり増えるっていう状況は、の流れ自体は変わってないんですよね。で、景気が悪くなればなるほど、まあ、人口が多いところに仕事が多いので、じゃあ景気が悪いから人口の多い大都市に行くよね。っていうので、どんどんその大都市に人口が集まる構造になるんですよ。なので、残念ながら将来的にも、地方の人口というのは減っていく一方じゃないかなと思います。で、まあ、ある程度その地域のトップが賢いと、まだなんとかやり直せる可能性があるんですけど、大きな産業を作るとか、ただ、県庁職員レベルでちょっとできることではないなという気がするので、まあ、名前を打って偉くなって県議会の議員になるとかになる方がまだマシなんじゃないかなと思いますけど。猪瀬さんがオリンピックをやる意味についてスポーツ振興のためだとおっしゃっていましたが、オリンピックをやるとスポーツ人口が増えるのですか？はい。それなら労働時間のうち何時間かスポーツをやらせる企業に補助金を出すとかじゃダメなんですか？お金があればそれでもいいと思います。とにかくスポーツ振興が目的なら他に方法ありますよね。個人的にはオリンピックで盛り上がらないといけない雰囲気はきついです。ご意見をお聞かせください。
まあ、別に無理して盛り上がらなくてもいいと思うんですよね。ただ子供が若いうちにスポーツをやることで、そのまあ例えばじゃあバスケが上手くなりたいと思った時に、そのどういう練習をしたらいいかとか、じゃあ大会で勝ちたいって言った場合に、じゃあそのチームのみんなと一緒になんかどういう練習をどうやってやるかとか、じゃあ相手のチームのなんか観察をしてみようとか、じゃあ自分たちがその筋トレをするんだったらこういう筋トレした方がいいよねとか、じゃあ筋トレするだけでも筋肉つかないからどういうものを食べた方がいいのかとか、少しずつ目標に対してこの目標を達成するためにはどうしたらいいかっていう試行錯誤をして結果が出てくると。まあ、それでも勝てないことあるんですけどね。っていう形で、その試行錯誤をして、その結果が出るっていうのが、まあ、テストとかの場合は分かりやすいんですけど、そういう感じで、その頭を使うものじゃなくても、体を使うものだったりでも試行錯誤をして結果を出すっていう経験をした方が、社会に出た時に結構役に立つんですよね。社会に出た時って、そのペーパーテストでと、要は、ペーパーテストができると何とかなるようなものじゃなくて、じゃあ、そのクライアントを口説きたいと。で、クライアントを口説くためには、いい商品を持ってくるべきなのか、そのクライアントが好きそうな異性を当てがうべきなのか、それともじゃあその人と同じ趣味、じゃあゴルフが好きだったら一緒に自分がゴルフをやるべきか、みたいな、そのゴールに向かってどの目的、どの手段をぶつけて、どれがうまくいった、どれがうまくいかない、みたいな試行錯誤をしてうまくいったらうまくいったよね、っていうものがあるので、なのでその勉強が得意じゃない子にとってみたら、スポーツっていうのも、それはそれでそのなんか成功体験につながるのでありなんじゃないかなと思います。あとその小学校、中学校で、プロスポーツになるスポーツをやってないと、プロになれる率だいぶ低いんですよね。で、そのサッカーでプロに行ってますって人で、だいたいもう小学校の頃からやってるんですよね。その高校からサッカー始めました、プロになりましたっていうのごく一部いるんですけど、まあほとんどいないんですよ。まあ野球もそうなんですけど、なのでそのプロ野球選手とかプロサッカー選手として食っていく分には、まあやっぱり子供の時代からやらなきゃいけないので、で学校の中でサッカーとかなんかソフトボールみたいなのを多少やるので、その中である程度、あ俺得意なんじゃねとか、お前上手いじゃん、じゃあクラブ入ってみたらみたいなのがあったりするので、そういうどういう才能があるかっていうのを子供に知らしめる上でも、僕はスポーツはやっといた方がいいと思うんですよね。アメリカだと音楽の授業とかない学校とかもあるんですけど、その音楽の授業があることで、あれ音楽好きかもとか、周りからあれお前歌うまいじゃんって言われて、あ、じゃあ俺歌うまいんだって気づいて歌の練習して歌手になるとか、そのなんか絵、その図工の時間で絵描いてみて、あ、俺絵うまいかもって気づいたりとかっていうのがあるので、なのでその勉強以外いろんなことをやらせるっていうのは、その日本の学校のシステムっていうのは悪くはないとは思いますけどね。ただまあ結局その中学高校で勉強大事だよねって言って、その中学高校の受験で使わない教科っていうのがおざなりになってしまうので、もったいないなと思いますけど。私31歳のパート、夫35歳公務員、2人の子持ち、夫の実家を2世帯、玄関、風呂は共同、キッチンは別に建て直しましたが、義父母の干渉がひどく引っ越したいです。3500万のローンはすべて夫持ち、義理の両親には金銭的に頼れず、夫は家を出ることには渋々賛成してくれてますが、ローンの負担を少しでも軽くする方法はありますでしょうか？ないでしょうね、多分。結局その自分たちが出てくということになって、で実家の人たちは丸儲けという形じゃないと、要は金銭的に頼れるって時点でもう頼れないってことなので、なので残念ながら負担を軽くする方法はないと思います。なのでまあその今の2世帯の間になるべく貯金を貯めて早めにローンを返すっていうのを、まあ1年ぐらい頑張ってみて、それでも耐えられないんだったらもう出てくっていうので稼ぐしかないんじゃないでしょうか。はい、残念ながら方法はないと思います。実家が大阪市北区のタワマン31階です。築15年持ち家ローンなし、今後老朽化や災害での破損での資産価値の下落を懸念しています。売却して投資などへ回した方が良いでしょうか？はい、まあ、そのタワマンが好きでずっと住んできますとかであれば全然いいと思うんですけど、基本的にタワマンってギャンブルなんですよね。武蔵小杉のそのなんか運行逆流したタワーマンションとかって話が有名ですけど、まああれ多分売ろうと思っても買い値で売れた人ほぼいないと思うんですよね。なのでタワーマンってその価格がどうなるか将来わかんないんですよね。要はその大規模修繕をしなきゃいけないよねっていうのはみんなわかってるんですけど、大規模修繕がどれぐらいの値段がかかって、どれぐらいの金額がかかるのか、その金額と期間がかかるのかってわからないが正解なんですよ。まあ、普通のマンションの場合って、こういうマンションでこういう作りをしてるよねっていう企画があるので、似たようなマンションがこうやって直したよっていうのであれば、あ、じゃあ同じように直すからいくらぐらいだよねっていう予想がつくんですけど、基本的にはタワーマンションって一個一個全部違うんですよ。
その、あの、このタワーマンション、まあ、似たような形で似たような階だとしても、あの、ここの場合は地盤がそのなんか30階までは結構固めの地盤、そのあの、鉄骨でやってて、上はそこから軽くなるから実は鉄骨を細くして壁薄くしてますとかだったりとかっていうので、それもマンションごとに違うのと、あと、その、あまりに壁薄くしちゃってるせいで、実はそこに構造物を引っ掛けるみたいなことができないとか、なので、その、あの、壁に補強をしながらそこを土台として周りを囲むみたいなのができなくて、もう上からなんか吊るしてやるしかないので、もう一番上からずっとなんか吊るしてやらなきゃいけないから、とんでもない予算かかるよねとかも、調べてやろうとしてみないと分かんないんですよね。なので、あの、どっち、いくら損するか分からないギャンブルっていう、あの、ものすごいギャンブルなんですよね。あの、例えばパチンコとかって、あの、1万円ギャンブルしますって言って、あの、1万円しかなくならないじゃないですか。でもタワマンの修繕って、じゃあ3000万円で買いました、で修繕代金3000万円です、修繕代金6000万円ですってなるのが可能性としてはゼロではないんですよ。本当にいくらになるかわからんっていう。で、前あのタワマンのあのその修繕の成功例っていうのの記事を見たんですけど、その修繕の成功例がまずタワマンのマンション管理組合のその、あの組合長の人がその不動産屋さんの人がなったんですよ。要はプロの不動産屋さんの人がなって、で、まず不動産管理会社を切り替えるところから始まったんですよ。あの、不動産管理会社っていうのは普通どのマンションも頼んでるんですけど、不動産管理会社って、あの、安いですよっていうところを大体みんな契約しちゃうんですよ。で、安いところっていうのは、後に対する積み立てもしないし、修繕に対してのコストも積んでなくて、ただ安くて何にもしないっていうのがあったりするんですよね。なのでそのタワマンを最初に建てたその施工会社に管理会社を頼むっていうのをやって、でまず管理コストがめちゃくちゃ上がると。でもそのめちゃくちゃ上がるおかげで設計図を持ってるので修繕が可能になるんですよ。でじゃあどの業者に今度は修理を頼もうかっていう時に、そのマンションの住民たちが、その理事と呼ばれる住民たちが、俺の知り合いの会社を使えって言ってくるんですよ。要はその、ただの住民なんだけど、マンションの理事になって仲良くなると、じゃあその、あの、LED ライトだったらうちの会社使ってくれよとか、そうなんかあの、外のじゃあ塗装するんだったらうちのペンキ会社使ってくれよみたいな感じで、いろんな業者がそのマンションの理事に対して接待を始めるんですよ。で、理事会になると、いろいろ接待された理事が、あの、こういう会社あるからこれ使わないとか、これ使った方がいいらしいよみたいなのをガンガン持ってきて、で、それをバシバシ切っていかなきゃいけないんですけど、バシバシ切っていくと、めちゃくちゃ嫌われるんですよ、そのマンション内で。要はそのマンションの中で同じマンションに住んでて、理事になる人って、それなりのポジションの人なので、誰か切っちゃったりすると、すげえ雰囲気悪くなるんですよ。っていうので、で、さらにその理事になっても給料もらえないじゃないですか。なので大体の人は諦めて、ああじゃあもうそこでいいんじゃないですかみたいなこと言って、どんどんとんでもない業者に行って価格が上がっちゃってってなるんですけど、それをバシバシ切ってめちゃめちゃ嫌われた人っていうのが、あの前例として上がってたんで、どこに出したかな、なんかゲーテかなんかだと思うんですけど、興味がある人ググってみてください。はい、っていうのを人ごとじゃんと思ってるんですよ、あのマンション買ってる人って。でもマンションの分譲の所有者の人は全員この問題を抱えてるんですよ。でも、あの、建てたばっかりのマンションって、そういう問題を自分たちが解決しなきゃいけないって気づいてないんですよ。30年後とかに必ず来るんで。っていうのが分かってると、とてもじゃないけど、日本のマンション怖くて買えようよねって僕は思いますけど、はい。あの、なんか5階建てとかぐらいだったら、そのもう住んでる人たちが、そのなんか20世帯とかしかないから、まあ大体みんなで話し合ってできるんですけど、あと失敗したパターンでいくと、あの、渋谷の州、と平和の和のマンションの、あのググると面白話いろいろありますよ。はい、34歳中卒男です。妻と子供を別居の両親を養っています。現在大駅の営業で年収1200万。もう34歳で1200万すごいですね。会社の業績は右肩下がりで仕事が10年以内に消えそうです。あの、コピー機的なやつですか。勉強して営業力と組み合わせると強力なスキルとかありますでしょうか。13年前に公認会計士になりたくて飛び職人やりながら日商簿記一級を独学で取得しましたが、リーマンが破綻して中卒で監査法人に入れるイメージが消えたので、今も仕事に転職。営業と飛び職人の経験しかありません。PC スキルはオフィス使えるぐらいです。営業と飛び職人で簿記一級持ってるんだ。優秀っすね。あ、でも、その感じでガッツがあれば、多分、あの、大益じゃなくても全然いけると思うので、なので、あの、ちゃんとあの、利益の上がってる営業会社にきちんと入れば、食いっぱぐれることはないと思うので、あの、
変にあの色目使ってあのよくわかんない投資とか独立とかしないで、ちゃんとあの売上と利益の上がってる会社に点々とこう移動するっていうのをやればいいんじゃないかなと思いますけども。春から偏差値45のエフランク大学に通う高3男です。私は運動能力なし、身長165、会話力なし、顔はつながりのないクラスの女の子に終わってると言われたレベルです。チョコ経験ゼロ。つながりのないクラスの女の子がなぜあなたの顔を評価したのか気になりますけどね。バイトも言われたことしかできず、受験も失敗したので容量も効率も悪いなと思います。ですができるならいいお給料をもらって、親を安心させる職業につきたいです。そこで無能でも目指せる職業と大学でしておくべきことを何か教えてください。夢は全くないです。まあプログラムになるかな。あの結局プログラムってあのどんなバカでもあの正しく書けば動くんですよ。まあ、その、間違ってたら、ここ間違ってますって必ず出てくるんですよ、プログラムって。で、あの、どこが間違ってますかって聞くと、あの、100% 正解を教えてくれる人がいるんですよ。でも、その、営業で物を売るとか、じゃあその、漫画を書くとかって、正解も不正解もわからないんですよ、誰も。でプログラムに関して言えば、あの、100% 正解はあるんですよ。なので、その、プログラマーになっちゃえば、とりあえず食いっぱぐれることはないと思うので、なのであのパソコン買ってプログラム、とりあえず HTML からスタートしてみればいいんじゃないでしょうか。今月で通信制高校卒業の18歳です。夜勤をしてお金を貯めて物価の安い国を転々とする生活をしようと思っています。コロナがある程度収まったら彼氏のいるメキシコに行く予定なんです。英語もスペイン語もほとんどわかりませんが、なんとかなると思っています。ゆるくさん的にどう思いますか？まあ、あの、5年ぐらいなんとかなると思うんですけど、で、まあ、18だとまだ10年かな。28になると、何の能力もない28歳っていうかなり微妙なポジションになるんですよね。で、結婚できてればいいんですけど、結婚できてないとすると、なかなかきつい状態になるので、なので、あの、現地の言葉をある程度喋れるようになるっていうのはちゃんと意識してやっといた方がいいですよ。そうすると、あの、28の時少なくとも英語は喋れるとか、少なくともスペイン語は喋れるっていうので、そのスキルがある状態の28歳になると思うので。まあ、5年ぐらいは楽しく暮らしてみてください。失業保険の受給中にネットビジネスを始めたのですが、どこからが不正受給に当たるのか範囲が分かりづらく困っています。例えばメルカリの転売は一時的な収入に当たるのでセーフらしいですが、ココナラ等のスキルマーケットは仕事になるらしく、ひろゆきさん何かおすすめのビジネスはありませんか？その、結局あの、ある程度お金が動いてしまうと、それはあの、失業ではなくなってしまうので、なので、あの、で、最終的にはそのお金を稼いだ方がいいと思うので、きちんとお金を稼げるようにした方がいいと思うんですよね。そのメルカリの転売って結局家にあるものを売るだけで、何かのその利益を生んでるわけではないんですよ。単に自分の家にあるものを失ってお金に変換してるだけなんですよね。なので、ちゃんとその、あの、お金になるスキルをきちんと手に入れるっていうのは職業訓練校を通うとかの方がいいと思いますけどね。ADHD 26歳の育児中の女です。躁鬱病にかかった夫の代わりに私が派遣されなくてはいけないのですが、現在は非正規雇用の職歴しかありません。どうしたら一家を支える収入を得られるようになるでしょうか。今働いてる会社の正規社員、あの正規雇用を目指してみてください。要はその、何を満たしたら正規雇用してもらえますかっていうのを聞いて、でじゃあその、例えばじゃあ営業成績がこうとかだったり、もしくはじゃああの、この仕事がその、誰にも頼らないで一人前にできるようになったらいいですよとか、何か条件があるはずなので、でもしくはまああの、正規社員取りませんっていう会社であれば、同じ業種で別の会社に正社員で申し込んでみるとか。っていうので、まずはその正規雇用を目指してみるといいんじゃないかなと思います。子役が世間から叩かれやすいのはなぜですか？なんか純真無垢な子役なのできっと悪いことはしないだろうっていう思い込みで悪いことすると、そのギャップでみんなびっくりしてしまうって話だと思うんですよね。というわけで、あの、ビールがなくなったので、今日はこんなところにしようかなと思ってますけども、はい。12歳小学生男子です。自分は将来調べれば出てくるようなことを学校で習っても覚えようという気が湧かないので勉強ができないバカです。どうせろくな会社に入れないなら生活保護を受けながら FX でも投資するべきですか？また僕が勉強できるようになるにはどうすればよいでしょうか？別にあの勉強という枠を置いといて自分が好きなもので調べたいと思ったことがあるかどうかだと思うんですよね。
例えばポケモンやってるの好きだったら、じゃあポケモンのモンスターだったら名前わかるとか、じゃあこのモンスターだったらこういうスキル持ってるよねとかって割と暗記してたりすると思うんですよ。まあ車が好きだったらこの車ってこのメーカーだよねとか、っていうので、好きなものを覚えるっていうのだったり調べるだったり、まあゲームだったら攻略を調べるとかっていうので、そのものを調べるとか覚えるっていうのを何かやると思うんですよ、趣味があれば。で、それって状況によっては結構お金が稼げるスキルになったりもするので、まず好きなものを調べる、覚えるっていう癖をつけるといいんじゃないかなと思います。80 with コペンという車をドライブする系 YouTube をやっています。1ヶ月100人ずつチャンネル登録が増えていますが、この前出来心でひろゆきさんの真似をしてトークをするだけの動画を出したら登録が一気に10人減りました。そして今も増えません。ひろゆきさんみたいなトークだけで楽しんでもらうためには、やはりもっと人気者にならないといけないのでしょうか。まず車をドライブするチャンネルっていうので人は見に来てるので、車のドライブ以外のことをやると、いやいや、そんな見たいわけじゃねえしってなると思うんですよ。で、僕、チャンネル名がひろゆきって僕の名前じゃないですか。なので、おっさんが喋るチャンネルっていうのをみんな分かってきてるので、おっさんが喋ってる分には別に問題なく再生すると思うんですよ。なので、需要と供給のギャップの問題だと思うんですよね。で、僕たまにクラッシュロワイレっていうゲームの動画を上げたりするんですけど、あれ上げると登録減ったりしてるのかな。ちゃんと見てないんで分かんないですけど、多分他のことやると人が減るんじゃないかなと思いますよ。はい。サブチャンでやれよ。正しいアドバイスですね。はい。サービス業に従事している管理職です。他部署の管理職がコロナに対してヒストリックに、逆に他の従業員に恐怖を与えてしまっています。お客様やお守りいただく独自ルールもどんどん厳しくなっていき、お客様もあるためのルールから、こちらの都合を押し付ける自己満になってしまっています。話し合っても、うちからこの話したらどうするんですかと、やはりお客様は見えてないそうです。どうしたらヒステリーを抑えられますか。言い出してる人がどれぐらいのレベルかですよね。いや、他の部署の管理職が言ってるのであれば、直属の上司に対して、ちょっとこの人のせいでお客さんに迷惑かけてるんで何とかしてもらえませんかっていうので、直属の上司とそこの他部署の管理職をぶつけるっていうので、要は自分がぶつかっても勝てないじゃないですか。一応他部署の上の人なので。なので自分の上の人をぶつけるっていうので、自分が戦わないで、上の上司に戦わせるっていうのをするといいんじゃないでしょうか。でも日本中そういう状況なんじゃないですかね、今。スマホ依存の脱却についてご意見いかがでしょうか。私はガラケーに変えるんとしてスマホを手放すしかないと思ってるんですが、私の周りの年配の人や啓発系 YouTuber からスマホを持ってても自制心があればいいみたいな気がきます。年配の人は根性論、啓発系 YouTuber は自分の動画再生回数を落とすために言ってるのではないかと思います。私にはダイエットしてる人が自制心があれば大丈夫だからお菓子は手元に置いておくみたいなことを言ってるように聞こえます。もうガラケーかもしくはスマホ捨てちゃえばいいんじゃないですか。要は人によって、別にそんなにスマホに興味ないから別になくても、要はアプリさえ消せば新しくインストールしないよねっていう人もいれば、もうスマホがあると必ずエゴサーチしちゃうみたいな人だとなかなかきついみたいなのがあると思うので、人それぞれだと思うんですよね。なので、スマホ持ったままだと難しいっていう人は捨てちゃえばいいんじゃないかなと思いますけど。ウサギが好きで一匹飼ってたら、よそのウサギと交尾して出産したのをはじめ、計3回出産して、13匹生まれ、里親に出して今うちで計6匹飼っています。世話は大変だけど、モフモフで大好きです。ひろゆきさん、ウサ耳生えてますが、ウサギ大好きですか？ウサギね、うんこ食うんすよね。見た目可愛いんですけど、やっぱね、うんこ食う動物はいかがかと思うのですよ。モルモットとかも僕知らなかったんですよね、うんこ食うって。なので、ああ、モルモットだ、かわいいって触ったんですけど、もう、うんこ食うって知った時点で、あ、こいつうんこ食ってると。要は、モフモフの生き物が僕の手を舐めてる瞬間に、あ、お前でもうんこ食ってたよねっていうのが、もう気になるようになっちゃったので、ちょっと距離を取るようになりました。はい。うんこ食う生き物とはやっぱり、普通距離取るじゃないですか。まあ、うんこ食う生き物と距離取らない人もいるかもしれないですけど、はい。なので僕はちょっとうんこ食う生き物は見るだけでいいかなと思うので、飼いたいとはあまり思わない派ですね。はい。とはいえ僕はペットショップ行くの好きなんですよね。ペットショップがなくなった方がいいよね、動物のためにはと思ってるんですけど、ペットショップに行って動物を見るのは好きなんですよ。はい。金子イサム氏はサトシ仲本という説は本当だと思いますか？いいえ。ビットコインを作った人が、ホワイトペーパーをサトシ・ナカモトっていう名前で
出したっていうのがあるんですけど、ただまあ、あの日本人である可能性はほぼなくて、で、あの、オーストラリア人の開発者の人じゃないかなって言われてるんで、まあ僕もその説を信じてるんですけど、まあもともとその、あの、サトシ・ナカモトという、メールアドレスを使って、その、あの、オーストラリア人の人が、あの、自分のメールを送ってたこともあるし、で、その彼の IP アドレスからサトシ・ナカモトのメールが発行されたこともあるんですよね。で、その人が、あの、ある時に何かのイベントで、あの、ビットコインに関しての重大な発表をするみたいなことを言って、やっぱり取りやめたりみたいなのがあって、で、これ前にも言ったと思うんですけど、で、その、オーストラリアの税務局に強制捜査に入られてるんですよね。で、そのなんか、オーストラリアの税務局的に、そのビットコインの、まあ、サトシ・ナカモトだとすると、まあ、ものすごい利益があって、で、それの申告をしてないのだとすると、あの、ものすごい額の罰金と懲役刑みたいな、要はあの、脱税になるので、っていうのがあって、もうそのお金を持ってるとか、換金するということができないという状態なんじゃないかという説があるんですけど、なので、それなんじゃないかなと思いますけど、はい。7年ほど前にワードプレスのテンプレで作った記事サイトのアドセンス収入が少額ですが、今でも月数万円入ってきます。月数万円って少額じゃなくね？上位表示しているページがいくつかあるため、過去数年間更新してみません。結構手間かかるのでしばらくやっていたのかったのですが、貯金のために再開しようか迷っています。今の時代でもアドセンス収入は増える可能性ありますでしょうか？はい、あります。なので、まあ、暇な時にあのページ一個ずつあの単語ちょっと増やしたりとかあの削ったりとかってして、そのページの内容が変わるとページが更新されたってぐるぐる認識して、で、あの、まあ、例えば1ヶ月に1回来ますと、更新されてません。で、次はじゃあ1ヶ月に1回で来なくなって3ヶ月に1回とかになるんですよ。で、3ヶ月に1回で更新されてました。で、じゃあ次1ヶ月後に来ました。更新されてましたってなると、Google のロボットが来る割合ってどんどん短くなるんですよ。なので、あの、文章の内容をほとんど変えなくても、ちょっと文字変えるとかでも、データが変わってるだけで更新されていることになって、で、よく更新されてるページほど価値のあるページである。だから上位に載せようっていうのが一応アルゴリズムとして、Google の検索エンジンはあったりするので、なので、あの、ちょっとずつでもいいからページ変えるっていうのをやった方が、売り上げは上がるんじゃないかなと思います。で、自分がめんどくさいだったら友達とかに頼むと、お小遣いあげてやると結構やってくれるんじゃないですか。経済を理由に結婚欲がなくなる原因の一つがデフレときました。デフレを直すには何が理由ですか？あの、デフレとインフレと好景気と不景気をごっちゃにしちゃってる人多いんですよね。あの、結局その、経済が理由になるのって不景気だから悪いよね、であって、で、あの、デフレでも好景気ってあるんですよ。その2000年代のネットバブルの頃ってデフレだったんですけど、好景気だったんですよね、アメリカとか。なので別に好景気であれば問題ないんですけど、なんかその頭の悪い人ってデフレと不景気をごっちゃにしてるんですよね。なのでそのデフレさえ解決すれば景気が良くなるんだと思い込んでるんですけど、デフレで不景気っていうのもあるんですよ。なので、あ、そのインフレで不景気とかね。なので、その要はあの、いや、デフレをやめてインフレにしました。で、インフレで不景気ってなるとめちゃめちゃ大変なことになるので、なのでそのデフレをどうにかするとかじゃなくて、いかに好景気にするかっていうのをさっさと考えておいてもですね。デフレで好景気はないよ。あの、2000年代の、あの、そのネットバブルの時代のアメリカの経済見てください。あの、一応通貨は安くなってるんですけど、その時代っていうのは景気は良かったです。なので、デフレで好景気っていうのは成立します。はい。なので、あの、好景気を目指すっていうので、好景気を目指すのってそんなに難しくなくて、税金安くすればいいんですよね。今あの、消費税 2% 上げたことで、あの、日本の景気って悪くなったんですけど、逆に言うと消費税 2% 下げると、それなりに景気って良くなるんですよね。なので、あの、景気を良くするっていうところにさっさと焦点当ててやればいいのに、なぜかその、通貨問題であるデフレをなんとかしようみたいなことを言い出すんですよね。通貨安はデフレじゃないぞ。通貨が安いことをデフレと言うと思うんですけど。あ、違うか。インフレか。逆だった。というわけでですね、あの、最近いろいろとこう、あの、こう、YouTube の登録者数を下げるための努力をしてたんですけど、あの、なかなか下がらなかったっていうのが、あの、最近で、あの、その、前にあの、僕、バーニングマンっていう動画を上げたんですけど、で、その時にあの、
8個ぐらい一気に上げたら、登録者数がガタッと下がったんですよね。で、そういうことかと思って、なので、その登録者数を下げるときは、ひたすら動画をいっぱい上げればいいんだっていうのが分かったので、なので、その、YouTube の登録者数が100万人を超えるみたいなのが、なんか、今週超えるな、みたいなのを、どっかのコメントで書かれたのを見たので、なので、絶対超えさせねえと思って、いろいろこう、嫌がらせのように動画を上げてたんで、なかなか上がらないかなと思ったら、登録者数上がっちゃったんですよね。なんか天気の予想とかって、関与できないじゃないですか。じゃあ明日晴れるよとか、明日雨降るよとか、っていうのなんですけど、一応なんかその登録者数がいくつになるとかって、その一般ユーザーの人だと、予想とかできるんですけど、僕一応そのチャンネルのオーナーではあるので、何かさ、登録を減らそう、増やそうと思ったら、僕は関与できるわけじゃないですか。なので、関与できない人が、きっと今週行くだろうみたいな、予想っていうのを、覆すだけの力があるんですよ、的な、北風と太陽でいうと、北風側として頑張ってみたんですけど、いろいろ動画上げたんですけどね、あんま意味なかったですね、はい。今度、暇な時に、おもちゃ兄さんというチャンネルを見てください。まあ、だいぶ暇な時に。推しの VTuber がいたりするんですが、どうすればいいですか？あれですよね、中国に関わった的なやつ、桐生ココさんが引退したってやつですかね。VTuber で2000年の時に、スーパーチャットが1億6000万円、入ったっていう、割とその VTuber 業界の中ですげえって言われた人で、ロサンゼルス在住で、英語も多少喋れるみたいな感じで、英語圏の人のユーザーも多かったっていうところが、あったらしいんですけど、で、どの国の人が多いんだよみたいな話をするときに、去年の秋頃かなんかに、日本の人がこれぐらいで、台湾がこれぐらいで、みたいなこと言っちゃって、で、YouTube のアナリティクスに、台湾って書いてあるんですけど、台湾って、中国人的な正式見解では、あれは地域であって国ではないと。なので、台湾を国として認めるっていうのは、中国は一つですよっていう方針に逆らう、敵国のやり方でやるっていう考え方なんですよね。なので中国の台湾という地域、東京の埼玉という地域みたいな言い方多いんですけど、台湾を国として言うやつっていうのは敵みたいなのがあって、で、台湾を国として言ったっていうので、一回謝んなきゃいけないみたいになったんですよね。桐生ココさんが。っていうのがごちゃごちゃしてて、で、所属している事務所から嫌われる問題だったりとかっていうのがあって、結局引退することになったらしいんですけど、で、引退する放送を見たんですけど、引退するんですけど理由は言いませんみたいになったんですよね。で、今日たまたまその引退騒動の見てたら、マイクラ実況みたいなのがしたので、引退記念と思ってコメントを書いてみました。はい、桐生ココさんの生放送で。登録者数100万人おめでとうございます。ありがとうございます。鉄道業界って新卒就職先としてどうでしょうか？30年、40年という単位であれば、JR 東日本とか、JR 東海とかは全然大丈夫だと思うんですけど、ただコロナ禍が解決するまでは多分5年、10年かかっちゃうと思うんですよね。で、北海道は多分潰すかどうかしなきゃいけないとか、あと組合なんとかしなきゃいけないよね、みたいな問題もあるので、なので、ごたごたはすると思いますけど、ただ、鉄道がなくなることはないんじゃないかなと思います。鉄道の組合って、世界中割とよく揉め事を起こしてるんですけど、おととしかな？去年か。あ、おととしだ。おととしって、フランスというかパリの電車が、月に2日ぐらい止まってたんですよね。今月、この日電車止まります、みたいな感じで。で、マジめんどくせえ、みたいになってたんですけど。で、なんでそんなことしてたかっていうと、組合のストなんですよね。で、これ何回か話したことあるんですけど、なんで組合がストするかっていうと、もともと鉄道って、地下でこう石炭をくべたりとか、鉄道を掘るとかで、割と危険な仕事だったので、50歳ぐらいで引退して、その後年金がもらえるっていう仕組みだったんですよ。日本でいう、昭和初期の時代とかね。その時代の50歳引退って、普通だよね、なんですけど、今もう別にじゃあ列車引きますって言っても、もう機械とかドリルとかがガンガン治るので、別におっさんが一生懸命ツルハシ叩いたり、石炭燃やしてるわけじゃないから、そんなに危険な職場でもないので、50歳以上でも全然働けるんですけど、その組合のルールで、50歳で引退できるっていうのがあるので、みんな50歳で引退しちゃうんですよ。
で、50歳で引退すると、その最後の年、最後の3ヶ月分の給料の8割かなんかが保証されるんですよね。なので、まあ、もともと年収600万円ぐらいだった人が、その最後の3ヶ月だけ年収800万とかにしてもらって、で、そこの3ヶ月だけ年収800万レベルなので、そこの6割でその年収480万円っていうのが、50歳以降毎年もらえますっていう。で、家族とか、まあ、自分とかは、その電車乗り放題。だから新幹線とかも乗り放題なんですよね。っていうのがあって、電車で働いて、鉄道で働いてる人って、鉄道職員として働いてる時のもらってる給料より、引退した後にもらってる年金の方が額が多いっていう人が増えちゃったんですよ。いや、その50からで、平均年齢80ちょっととかなので、引退した後も30何年間も、その500万近くのお金ずっともらい続けるから、それはさすがにまずいっしょっていうので、マクロン大統領が、じゃあ組合もう潰すわって言ったら、そのふざけんなって言ってこう暴れ出して、ジャストするわってなったんで、っていう感じで割とその日本中組合、日本中世界中こう組合の見事ってあるんですよね。昔その鉄道の総裁の下田事件、鉄道の一番偉い人っていうのが、殺されたんですけど、その殺された事件って、まあ、今でも、未解決事件として、手塚治虫とかも漫画を描いてたりするんですけど、なんかその、総裁一番偉い人が、なんか駅で歩いてるの見たよっていう話とか、その近所歩いてるの見たよって話はあるんだけど、なんか、いつの間にかいなくなっちゃったんですよ。で、死体が見つかるんですけど、誰が殺したかわからないし、なんで殺したかもわかんないっていう話なんですけど、まあ、組合を、変えようとしたっていうのが原因じゃないかって言われてるんですけども、そんな感じで、鉄道組合を敵に回すと大変なことになるっていうので、北海道とかもそんな感じでよくトラブってますよね。私は過去のトラウマが原因で飲食店で食事を取ることが苦手です。建設コンサルを新卒での就職先として考えています。営業職ではなく仕事に直接影響することはないと思いますが、飲み会などが不安です。入社前にカミングアウトすることすべきでしょうか？飲み会苦手っていうのと、あと、まあ、嘘ついた方が早いと思いますよ。家でそのなんかお母さんとかおばあちゃんの世話をしなきゃいけなくて、仕事で残る分にはいいんですけど、もう仕事が終わったら家帰ってきて、そのおばあちゃんと一緒にご飯食べるっていう、まあ、介護含めてしなきゃいけないので、なのでちょっと飲み会とかは参加できないんですいません、みたいな感じで、なので仕事はできるけど飲み会は参加しないっていうキャラとして、周りに認識されるようにしちゃえばいいんじゃないでしょうか。別に飲み会に参加しないからっていうことで人をクビにすることできないですね。数百円図書館だとただで何万冊も様々な世界時代人間に触れるので読書が好きです。特に和尾石黒さん、スティーグラーソンさんのミレニアム白い巨塔の大好きです。白木さんは好きな小説ありますか？和尾石黒さんって面白いんですか？僕読んだことないんですよね。石黒さんって名前なんですけど、イギリスの方でノーベル賞だよね、取って。で、日本では全く育てないのに日本語は喋れないらしいんですけど、で、まあ、なんか知り合いが面白いとは言っていたんですけど、その知り合いもちょっと性格変わった人なので、エンターテインメント作品として面白いのかっていうと、なんかちょっとわかんないんで僕後回しにしてるんですけど、面白かったら読んでみたいと思います。はい。で、好きな小説って、最近小説とか全然読まないですよね。漫画ばっかりになっちゃって。鬼滅の刃を一昨日最後まで読破したんですけど、キャラクターをすごい細かく設定する神経質な人が書いているので、鬼滅の刃ですけど、なので、この人、ドラゴンボールとかみたいに新しい敵が出ましたとかで話を続けたりとか、引き伸ばしたりって多分できないタイプの人だなっていうのが、まあ、読んでるうちに伝わってくるんですよね。漫画って単行本の後ろに作者がなんかちょこちょこ文章を書くじゃないですか。で、あとそこのなんか対象こそこそ噂話みたいなので、こういう設定なんですよみたいな設定を書くんですけど、すべての人がちゃんと実在するっていうことを考えて、この人だったらこう動くだろうっていう設定に、齟齬がないような形で話を進めようとしてるんですよね。なので、ある人の技の名前が実はこういう設定で過去こういうことがあったからこういう技の名前ですよとか、まあ、普通鬼ってまあ人間を襲う側なので、殺せば終わりじゃんなんだけど、鬼になった人っていうのはこういう人生があったので、結局こうなったんですよっていうので、全員が全員悪い人じゃないんだよね、みたいな設定だったりするので、
で、割と重要な人も死んだりするので、そういうのを考えると、ちょっと2作目、3作目が作れるタイプの人ではないんじゃないかなという気がしました。はい。なので、そのガンムにして、ガンムじゃねえや、ジャンプにしては珍しく、ちゃんと終わった漫画ですよね。ジャンプってやっぱりまあ、ドラゴンボールを筆頭に、伸ばしがちなんですよね。悠々白書とかもやっぱなんか人気が出ると、そう戦闘シーン増やしてなんか新しい敵が出たってなるんですけど、まあ、鬼滅の刃はあれはもう伸ばしようがないっすね。だその本人がもう本当にその自分の中で完全に設定作っちゃってるので、多分細かいところまでちゃんとキャラ覚えちゃってると思うんですよね。鳥山明さんにインタビューした人で、そのドラゴンボール大好きっていう人がインタビューして、僕あのキャラ好きなんですよ、タオパイパイって言った時に、鳥山明さんが、タオパイパイ誰っていうリアクションをしたっていう。もう書いたそばから忘れてるらしいんですよね、鳥山明さんって。なので、細かい設定とか全然覚えてないらしいんですけど、鬼滅の刃はそうじゃないタイプだったりするので。で、三浦健太郎さんも多分細かい設定覚える系の人だと思うんですよね。そのベルセルクっていう漫画があって、で、まあ最初はその中やたらでっかい剣を持ってるおっさん主人公で突然なんか悪魔と戦うみたいなのが始まるんですけど、で、まあ途中からその自分の若い頃になって、なぜそういう世界に入ったのか、みたいなので、その過去の話っていうのを9巻ぐらいまでやるっていう感じで、そのすごい細かい設定を考えた上で、それをちょっとずつ落とし込んでいくっていうのをやってるタイプの人なので、あのタイプの人の話は面白いので最後まで書いてほしかったんですよね。あとまあハンターハンターの作者は行き当たりばったりでやってるから、途中から進まなくなっちゃったんだろうなと思います。はい。すごく優秀な人だと思うんですけどね。ハンターハンターの作者の人もすごい考える人だと思うんですけど、書いてる最中に話が広がっちゃって、で、オチも考えずに話を広げちゃって、収集がつかなくなっちゃうっていう、多分そういうタイプなんじゃないかなと思ってますけども、はい。というわけで、鬼滅の刃は珍しく面白いので、おすすめです。はい。ジョジョはもう1部、2部、3部で終わらせるって決めちゃってるので、なので、終わらせてるけど、自分がやりたかった部分は次の章につないで、そこでアイディアを突っ込むっていうのをやってるので、うまく延命できてるパターンですよね。今年24歳、慶応卒、英語スキルなし、将来の目標は希望なし。しかし、昔からハリーポッターの世界観が大好きという安直な理由から将来ヨーロッパに住みたいという夢があります。まずはコロナが落ち着いたらイギリスで旅行するのをモチベに毎日来ています。こんなどうしようもないリモート例がない女がヨーロッパに住みたいならどうすればいいでしょうか？現職はホステスさんと愛人業です。別にヨーロッパにも何の取り柄もない人がいっぱい生きてるので、まあ、日本にも何の取り柄もない人がいっぱい生きてるように、ヨーロッパも何の取り柄もない人がいっぱい生きてるんですよね。で、いい話をすると、イギリスで3年前ぐらいにあったんですけど、アフリカから来た難民の人が、一応難民を登録しましたと。そしたら難民のセンターっていうのが入れませんでしたと。人数多かったので。で、イギリスとしては人権は重視しなければいけないので、その難民の方にホテルを手配することにしたんですよ。で、その難民が5人家族で、子供3人、2人お父さんお母さん。で、最初に会ってがあったのがヒルトンホテルの、まあ普通の部屋だったんですけど、ベッドが2個しかないと。で、俺たちは子供の3人いて5人だと。なので、ベッド2個だと、それは、人権を守るためのルールで考えると、ルール違反であるってことになって、で、最終的に、5人のベッドがある、ヒルトンホテルの、なんとかスイーツみたいな、1泊10万円以上するホテルに泊まることになったんですよ。っていうぐらい、何にもない人でも、そういう人が暮らせたりするような、場所だったりするので、で、3世代生活保護ですみたいな人も、ザラにいる国なので、なので、ヨーロッパで結構、行ってみるとなんとかなりますよ。はい。今の政治家やトップの人たちに対して不満を持っている人がほとんどだと思いますが、もし自分たちが彼らと同じ立場だったら、ほとんどの人が欲や周りの人を流されて、今不満を抱えている人たちと同じようになると思うんですが、どう思いますか？僕もそう思います。ナチスドイツ軍のような残酷な集団的行為なども自分を含めてほとんどの人が同じ状況にいたら洗脳されて流されてしまうのかなと思っています。僕も多分そうだと思います。アンナ・ハーレントさんっていうのが書いた凡庸なる悪っていう話もありますけど、ナチスでそのアウシュビッツ刑務所を作って、で、バシバシ人殺すぜっていう命令をした人たちっていうのも、そもそものもうユダヤ人ガンガン捕まえてくるっていうのを勝手にやっちゃってて、で、こいつら刑務所にいるやって言われても、いやいや、こんなに刑務所入んないよと。
で、そしたらもう、どうしようと。もう、刑務所に入れるためにユダヤ人いっぱい来ると。で、でも刑務所は入らないと。で、これ以上入れたら刑務所がパンクしたり、暴動を起こしたり大変なことになると。よし、殺そう。っていうので、まあ、最初のうちは銃で殺して埋めたりしてたんですけど、銃で殺すと結構すぐ死んでくんないんですよ。要は弾に3発当たっても人によっては半日とか1日とかですし、当たりどころによっては全然死なないとかもあるので、こう、安心して殺せないんですよね。なので、その生きてたりするとまた襲われるかもしれないので、なので、安心して殺せるようにガス室に入れようって言って、まあ銃だと高いしね。なので、そのガス室に入れて、殺して、で、それを埋めてっていうのを定期的にやるっていうのを、その命令の通りにやったんですよ。要はそのユダヤ人を何とかしろって言われて、ユダヤ人いっぱい来るし、もう別に刑務所の面積も限られてるから、じゃあ殺すしかないと。で、あ、ガス室便利じゃんっていうので、淡々と作業してたんですよ。で、彼らは悪いことをしたという認識がないんですよね。要は命令に従って処理をしただけで、自分たちが人を殺してるっていう認識も薄かったっぽいんですよね。要は戦争してる時って、アメリカと日本が戦争してる時も、鬼畜米英とか言ってアメリカ人を殺すのが正義だったじゃないですか。なので、アメリカ人を殺すことは正しいことで、日本人を守ることにつながるんだっていうのがあったので、ユダヤ人を殺すということは正しいことだよっていうのは、まあその当時の日本人もアメリカ人を殺すときやってたので、なので別に悪いことをしてるっていう意識もないまま淡々と殺人という作業をやっていたっていうのがあるので、なので人類大体そんなもんなんじゃねえかなと思うんですけどね。ただ一応ドイツの場合は同じような過ちを繰り返さないために、要はみんながこれ正しいよねってやってる時にも、みんなが言ってたとしても、いやそれ絶対間違ってるよって思った時は、折れずに一人でも絶対反対し続けろっていう教育をするようになったんですよね。まあ、ユダヤ人殺した方がいいよねって多数の人が言ってる時も、いやいやそれは良くないよっていう人はちょこちょこはいたんですけど、でもまあみんなが言ってるし、俺ユダヤ人じゃねえしっていうので折れちゃうっていうので、まあ結局全体としてああいう動きになってしまったので、なので自分たち、まあ大勢がこうだよねって言ってる時も、いやいや違うっしょって思ったら最後まで言うべきっていうのが、まあドイツも言ってるし、あとフランスもパルチザン運動って言って、ナチスと一緒に戦ったりとか、まあその後前から貴族に対して戦ったりとか、レジスタンス的なやつとか、まあテロ的なやつとかゲリラ的なやつとかも結構やってるので、なんで反発することっていうのは結構重要だよねっていう価値観があるんですけど、まあ日本はあんまりないので、なので日本が戦争になったとしたらまた同じようにこう、いろんな人をいっぱい殺すんじゃないかなと思います。専門卒栄養士、手取り13万で1年で退職し、水商売を始め1000万ため株式投資に、栄養士に未来はありますか？また良いお金の使い方を教えてください。まあ、栄養士で食っていこうとするときついので、ただ水商売ももう人生長くはできないと思うので、専門卒だとすると20歳で、1年で退職だから21歳。で、多分、水商売はできてあと7、8年だと思うんですよね。なので、水商売をひたすら続けて、一生分稼いで、で、奥貯めると、まあ、5% ぐらい利回りがあれば、500万ぐらい年間入るので、なんとかなるかもしんないですけど、なので、奥貯めるっていうので、きちんとやれればいいと思うんですけど、ただ、この水商売の1000万って、所得税払ってない1000万な気がするんですよね。ひょっとして所得税払ってないとすると、半分後から持ってかれてしまうので、まずは税理士さんにきちんと相談して、税金ちゃんと払ってください。要は株買ってる場合は、必ず来ますよ。税理士さん。あ、税理士さんじゃない、税務署が。なので、とりあえず税理士さんに相談するのと、もう栄養士で手取り13万とかが、突然手取り26万になることはまずないので、なので、もう若いうちに、稼ぎ切るっていう勢いで、税も払って稼ぎ切って、細々と暮らすっていう方がマシなのかもしれないですね。わかんないですけど。32歳女性です。20歳から不倫をしてましたが、時間がもったいないと思い30歳で結婚。旦那は年収900万で大手会社に勤めてます。完全に条件で選び、ブスでおとなしいですが、優しくて旦那としていいかなと。現在何人かと不倫を続けています。旦那とは完全にレスなので、他で満たして家庭を円満にすればいいのではと思ってます。ですが、あと1年で遊ぶのはやめて、子作りにシフトしようと思っています。私は年収500万ですが、仕事は続ける予定です。このように恋愛感情ではない計画的人生、計画的子作りはどう思いますか？もう全然問題ないと思いますけどね。多分旦那さん気づいてると思うんですけど、ただブサイクだけど、まあ可愛い女性と夫婦になっていて、しかもまあ今はレスですけど、子作りの時にできるので、なので旦那さん的にも全然ありなんじゃないですか？多分
30代で年収900万ってそこそこ稼いでると思うので、多分不倫してることも絶対バレてると思うんですよね。ただバレてるのも含んで、それでもいいと思って結婚生活をしてるっていうことだと思うので、なので子供を作って、仲のいい夫婦を演じ続けて、仲のいい家庭を育てるのを演じ続けて、まあ、お子さんが20歳になったりとかで出てった後に、その後にまあ、離婚するなり、慰謝料もらうなり、好きにやってもいいと思うんですけど、なので家庭、楽しい家庭を演じ続けるっていう覚悟を持ってやってみてください。3回目です。すいません。30代男です。ルールを守らない人にイライラしてしまいます。すいません。昔は全く気にしないタイプだったのですが、ここ数年ストレスが半端なく、先日ついに職場のルールを守らない人に怒鳴ってしまいました。原因と対処法を教えてください。いやー、僕もルール守らない派なんでね、守れないんですよね。なので、怒ったとしても、多分、これでその1000円払って僕に聞いてるっていうのは、怒鳴ってしまったことが良くなかったなって本人思っちゃってると思うんですよ。本質的に悪いのはルールを守らなかった人なんですけど、ただ、ルールを守らなかった人が悪いにもかかわらず、社内で怒鳴ったあの人怖いよねっていう風に思われちゃったりするんですよ。要はルール守らない方が悪いんだけど、ルール守れって怒った人がなぜかあの人やべえっていう空気になるっていうのも含めて、かなり微妙な状態になっちゃってると思うんですよね。なので慣れるしかないと思うので、ルール破ってみてください。ルール破ると結構人生いろいろ楽しめるんですよね。あ、これ別にルール破ってもそんなに困んないんだっていうので、結構その遅刻も5分ぐらいだったら許されるとか、なんかそんなになんか自分がルール通りやんなくても周りの人はみんな見てないなとかっていうのが分かったりするので、要はそのルールを守らないことがある程度許容されてるという場所であれば、それはルールをある程度までは破るっていうのが、そこの常識だったりするんですよ。なので、そこの常識にちょっと合わせてみるっていうのもやってみた方が気が楽になるかもしれないですよ。ひろゆきさんはマウスピースが合わなかったため、総合格闘家としての道を立たれたときましたが、別の世界線でアーネスト・ホースト対西村ひろゆきが見れたかと思うと悔しくてたまりません。今はテンプレートという呼吸を防がないものもあるので、コロナが落ち着いたらまたいかがでしょうか。マウスピースが合わないというか、もともと僕、鼻呼吸しづらいんですよ。なので、テンプレートをつけたとしても、口に物が入ってる時点で呼吸できる量が減っちゃうんですよね。要は口開けっぱなしで戦えないじゃないですか。パンチの瞬間だけは歯閉めなきゃいけないし、っていうので、呼吸の絶対量が僕少なくなっちゃうので、なので長期戦無理なんですよ。短期ならなんとかなるかもしれないですけど、はい。ど田舎で農業 EC をしていて、年により変動しますが、年収1000から1500万円ほどの自営業、30歳、子供3人です。たまたま運だけできているので、この先ずっと続くかも不安で、もし事業が危うくなった時、就職しやすくする方法や保険って何かありますか？また、ど田舎での生活では、子供の同級生の少なさ、遊びの少なさの子育てに影響しますか？同級生がガチで少なかったら影響しますけど、一人いれば十分ですよ。年上とか年下っていうのがいると、子供が少なかった場合、その年下、年上と一緒に遊んだりするんですけど、実は年齢違う人と学習した方が学習効率って上がったりすると言われてたりするんですよね。ノルウェーとかって割とそういう学校システムになってたりするらしいんですけど、その日本だと幼稚園とかって年少さん、年中さん、年長さんみたいな、もう区切っちゃうんですけど、そうじゃなくてみんな一緒のクラスにいて、みんな同じ科目をやるんですよ。なので、年少、年中、年長で、3歳の差があるんですけど、で、最初みんな年少で入るじゃないですか。で、教えられるんですよ。で、年中になると、下に教えるし、上にも教わるしっていう状態になって、で、自分が上になると同じことをやった時に下に教えるっていうのをやることで、学習の時もそうなんですけど、自分で何かを説明すると、実は分かった気になってるけど、分かってないものとかを、割と言語化して教えることで自分でも理解してたりとか、教えてみたら、あれ？これ本当は分かってなかったんだっていうことに気づくみたいなのもあったりするので、実はその年齢差のある中で学習をするっていうのは効率が良かったりするんですよね。なので別に同級生全くいないとだとさすがにちょっと微妙なので一人でもいればよくて、あとはその年上年下とかに何人かいれば勉強に関してはそんなに問題なんじゃないかなと思います。あと都会の学校でじゃあ同級生が100人いますっていうのと、でも実際仲が良くて本当に話をする人数ってせいぜい15人とかあったりするんですよね。なので別にそんなに多くなくてもいいんじゃないかなと思いますけど。
大手電機メーカー勤務4年目で海外営業やってきました。この先国内 MBA プラス USCPA 取得または医学部学士編入どちらかの方が未来は明るいでしょうか。目的はさらにエリートになるためです。なんか USCPA 取るんだったらもうさっさと海外行っちゃった方がいいんじゃないですか。日本は給料ずっと下がりますよ。結局その人口が減って落ちぶれていく国にでも売り上げは下がり続けるので、なので海外を視野に入れた方がいいんじゃないかなと思います。まあお医者さんになれればいいんですけど、お医者さん学士になっても博士にならない意味ないので、先日管理職とバトルしました。以前からパワハラを受けていて爆発してしまいました。癌を患っていて長期休みに医師から病気休暇を取るように診断書が出ています。今後の管理職との対応をどのようにしたらいいか、来年の4月に移動したいのですが、どのようにコミュニケーションを取ればいいでしょうか。4月初めには今の職場に戻らなければいけないです。その話をする際に必ず録音するのと、あとメールなり証拠を残すようにしてください。要はその病気休暇を取ってくださいという診断書を見せて、で、それで病気休暇が取れないっていう場合に、それって会社の判断として医者の判断を覆したという、命令だったり、その会話っていうのがあった状態で、何か病状が悪化した時に、労働基準監督署に行くと、美味しい出来事として、要はその、お医者さんが休まなければいけないと言っているにもかかわらず休まなかった。で、症状が悪化しましたってなると、それは労働法的によろしくないよねって、労働基準監督署登場ってなってくれると、好きな部署に行って、ずっと給料もらい続けます。で、病気なんでちょっと休みますって言ってももう誰も文句言えないし、クビにできないので、なんか出社しないけどずっとお金がもらえるって美味しいポジションになれるかもしれないので、証拠だけは必ず残しておいてください。ビール飲んでね。はい、もうちょっとだけあります。女性ってなんで群れるのでしょうか。噂口とか陰口とか話を振られるんですが、話を合わせた方が良いのかな。32歳女性より。地図が読め、話が聞けない男、地図が読めない女みたいな、割とちょっと昔に有名になった本があるんですけど、まあ、もともと女性って会話をすることで、その、異物を確認するという習性があるんじゃないかと言われていて、要はその男性というのは、そのなんか狩人だった時代ね、そのなんか外に行って、なんか動物を飼ってきますと。で、女性たちというのは巣にいて、その自分たちの生活っていうのをその続けなきゃいけないので、その食べちゃいけないものとか、例えば毒だったりとかを、これ毒だよ、これ食べない方がいいよとか、この草食えるよとかっていうのをお互いに会話をすることで、ある程度その、コミュニティとしての知識を標準化するっていうのをやろうとするんですよね。なので、変わったことをする人っていうのは、そのコミュニティに害になる可能性があるので、排除しようとするみたいなのがあって、女性というのは、そのみんなが標準化しようとするので、なるべく尖った人を減らそうとするっていうのを、会話をやってそういうチームを作りたがるというふうな文章が書いてあったんで、感覚的にはこれもそうなのかなとは思うんですけど、まあ、つまりいじめって言うとそうなんですけど、ただぶっちゃけ最近どうやらそうでもないらしいみたいな話も結構あって、その男が狩りに行って女を狩りに行かないみたいなのが定説としてなんとなく言われてたんですけど、最近その骨、まあその狩りに行ってた人たちの骨っていうのを掘り当てると、結構狩人の中の女性率が高いってことが分かってきたんですよ。要は女性狩りに行ってないはずだったんだけど、狩りに行って飯が食えなくてそのまま死んでしまった狩人集団のその骨とかっていうのもあったりするんですけど、それ掘ってみると、あれ女多くねみたいなことになってて、結構狩人の中に女の人いたって。要はモンスターハンターっていうゲームで女の狩人結構いるんですけど、あんなないよって冗談で言ってたら、すげえいっぱいいたっていうので、実は男女あんまり関係なかったっていう説もあるんですよね。なんで子育てをする男性もいたし、そのずっとその洞窟の中で、その調理をしたりとか、なんかキノコ拾ったりっていう男性もいたし、狩りに行く女性もいたしっていうので、割とその男女の役割っていうのは結構それ適当だったんじゃないかとは言われてるんですけど、ただやっぱりそのなんか女性の方が会話をして異物を外すっていうのと、あと、高校生の女性とかがありがちなんですけど、みんな同じ髪型、同じ髪色、同じようなファッションセンスでまとめたかったりするんですよね。
要はその同じような状態になった方が誰かが強制してるんじゃなくて同じような感じの方が安心感が得られるっていうのでその同じような価値観同じようなファッションセンス同じような髪型っていうのに従るっていうのでなのでやっぱりある程度そういう風習っていうのは日本人の女性にはあるんじゃないかなと思いました。先ほどルールの質問したものです。ひろきさんとコメント欄の皆さんのおかげで楽になりました。これからどんどんルールを破っていこうと思います。ありがとうございました。はい。まあ、遅刻からやる、行くといいと思います。僕、遅刻は得意なんで。国税専門官を目指しています。この職業の将来性や世間体について教えてください。うちの父親がもともと国税の人なんですけど、辞めると税理士になれるので、食いっぱぐれることがないっていう。元税務官の税理士って結構仕事にあぶれないんですよね。その税理士ってどんな仕事っていうのって税を計算する仕事っていうのが表向きなんですけど本当の税理士を雇う理由っていうのは税務署に怒られないために雇うんですよ。要はその元々企業はできるだけ脱税かっこ節税がしたいです。ただその OK な節税とアウトな節税っていうのは結構グレーで、で結局じゃあ誰が決めるのっていうと税務官が決めるんですよ。要はその国税局とかその地方のその税務署とかの査察っていう人が来て、これはアウトかな、これは OK かなとかっていうのがあるんですけど、元税務署 OB の税理士の場合って、ある程度その人の上司と知り合いとかだったりするんですよ。まあ直接の影響はないですけど、僕も税の査察官と話をしてるときに、僕の父親の話とかされたことあるんですよね。西村さんお父さん前職場一緒でしたよとか言われて、あ、そうっすか、すいません、みたいな。っていうのが、あるんですけど、っていうのがあって、実はその、元その税務官の税理士さんっていうのは、そういう意味で、結構仕事が多いんですよね。要はその、普通のなんか税の勉強をしました、税理士の免許取りました、ペイペイですっていう人よりも、やっぱりその、税務署の知り合いが多いっていう人の方が、あそこの税務署だったら、まあ、あいつだから、ちょっと話はできるかな、みたいなのがあったりするので、なので、もし税理士として食っていくのであれば、一回税務署を通るっていうのは全然ありなので、そういう意味では、税務官で食いっぱぐれるっていうのはあんま聞いたことないですね。ひろきさんおはようございます。フラットアーサーになりきって地球平面説を唱えてみてください。地球が平面でなくて球だとしたら、反対側にいる人は怒っちゃいますよねっていうのが、割と昔平面説で言っていた時のよくあるパターンで、要は、皆さん今、地面の上に立ってるじゃないですか。で、地球が球だとすると、反対側の人怒っちゃうじゃないですか。なので、反対なんてないよねっていう。っていうのが昔のフラットアーサーというか昔その地球が球じゃなかった説を言ってた人たちはそれぐらいは辿ったんですけど、科学的にいくのはなかなか難しいんですよね。そのフラットアースっていうネットフリックスでドラマがあるので興味がある人は見ていただくといいんですけど、地球は平面であるっていうのを科学的に証明しようっていうので300万円ぐらいのジャイロを買ってきて、これで地球が平面であるっていうのを証明しちゃうぜって言ってやったら、その人たちは科学的に真摯で真面目な人たちなんで、研究の結果、平面でないことが分かりましたってなって、みんなすごいこう、ドヨーンとするっていう、すごい面白いドキュメンタリーがあるんで、やっぱ、真面目な人たちって面白いなと思いました。はい。やっぱ事実にはちゃんとね、受け入れるんだなと思って。前にあったのが、その人種差別系の白人の人で、そのクークラックスクランっていう、その白人優位主義者の人たちっていうのがいて、アメリカに黒人なんかいらねえみたいな人たちが、その俺たちは 100% 白人で、黒人みたいなのがいなければアメリカはもっと良くなるんだって言ってて、で、DNA 検査をしたら、自分たちの先祖に黒人がいたっていうので、ドヨーンとするっていう。それなんかね、アメリカ人って、その強固なこう主張をするんだけど、真実を知ってドヨーンとするパターンっていうのが結構あって、今日も見たんですよね。オランダのね、モボンドっていう、旅行代理店がやった、その、DNA 検査のやつで、その、イギリス人とか、俺 100% イギリス人だから、マジ外国人とかドイツ人とか超嫌いとか言ってて、で、その人の DNA を調べて、調べた結果、5% ドイツ人でしたって言われて、マジでみたいな。で、俺の国最高って言ってる人で、マジド、トルコとか大嫌いだから、あんな奴いなくなればいいと思うんだよねって言ったら、あなたの先祖、トルコ入ってますみたいなのになって、マジでみたいな動画があるんで、興味がある人は探してみてください。はい。
まあ、大体その人種っていろいろこう移動し続けてるので、大体どっか被ってるんですよね。で、基本の最終的には最後はみんなアフリカ人になるので、そもそもアフリカ人みんな黒人なので、辿るとみんな 100% 黒人の血が入ってるんですよ。もし、その辿っても黒人の血が入ってないとしたら、それは多分人類ではないんですよ。要はその、人類、一応そのアウストラルピテクスとかピテカントロプスとかクロマニオン人とか、その類人猿っていうところから人類が生まれたって言われてるんですけど、で、そこら辺からその原生人類っていうのが、そのホモサピエンスっていうのが、中央アフリカの洞窟の中で生まれたって言われてるんですけど、で、そこで生まれたのが黒人なんですよ。で、もし黒人の血が入ってないとすると、類人猿ではない何かから人間のような形になったっていうタイプなので、多分僕の死んでね、死んだ魚の目をしている性格のあるデブのおっさんがいるんですけど、で、多分彼ゴキブリの DNA が入ってると思うんですよね。テカテカしてるんで。多分そういうタイプの人類なんじゃないかなと思います。なので黒人の血が入ってるっていう方が全然真っ当なんじゃないかなと思いますけど。30代女性未婚、高卒資格なしで、田舎で正社員求人もなく、パートフルタイムで月平均11万です。実家なので生活はできますが、貯金ができません。結婚しないかもしれないので、一人でも生きていける程度に稼ぎたいのですが、どういうことをやっていけばいいですか？フルタイムで月11万だったら、多分もう生活保護もらった方がお得ですよ、東京で。なんで、まあ、好きな仕事があるんだったら好きな仕事やって稼いでも全然いいと思うんですけど、フルタイムで11万だったら、まあ、その実家に住みたいとかあったら別ですけど、ちょっと生活保護視野に入れちゃった方がいいんじゃないかなとは思います。はい。32歳、先日退職、持っている資格といえば技術職関係ばかり、かっこ。二級自動車整備士、第二種電気工事士、ガス溶接、アーク溶接、危険物押収士4類を、だいぶ工場系の人ですね。今は胸にぽっかり穴が開いたような感じです。自分の好きなことは、所作芸、ポーカー、どちらも普通の人より少し強いくらいです。この年から言語を学んで海外に行き、その職種を目指す。32歳という年齢から目指せるのか、技術職をしていた自分が全く新しい道を目指すのはバカなのでしょうか、それともこの資格で目指せるのか、職種あるんでしょうか。ニューヨークの4大卒の人が最近金属加工の仕事になって、年収800万ぐらいだけど結構楽しいみたいなやつを見たんですよね。結局まあ、大卒の人たちが IT 系とか金融系に行き過ぎちゃったせいで、若い人がその金属加工系の仕事に行かなくなっちゃったらしいんですよ。で、まあ、全然頭の悪い子とかだと逆にその金属加工系の方の資格が取れなかったりするんで、なので4大卒ぐらいの人が実はそのブルーワーカーになる、ブルーカラーのその労働者になるんですけど、それはそれで楽しいみたいなのがあって、もし英語がいけるんだったら、アメリカでそこら辺のその技術職っていうのは全然食えるんじゃないかなと思います。で、タイトル回収なんですけど、モンスターハンターライズっていうのが今度出るんですけど、で、モンスターハンターシリーズって総中棍という武器があって、虫をコントロールするっていうのが、まあ、武器として、そのなんかファンタジーの世界ではあるんですけど、で、僕、子供の頃に、カエルの足に電極を刺して、で、その電気を流すことで、その死んだカエルの足を動かした実験の話っていうのを読んだんですよね。あれだっけ、ファラデーだっけな、なんか誰か忘れちゃったんですけど、要はその死んだ動物の肉でも金属を流すと筋肉が動かせるっていうのがあって、なのでそのボルタだっけ、なのでその結局その生物っていうのは電気を流すことでその機能を動かすことができるっていうのが前から分かってたんですよ。で、最近ゴキブリをラジコンにするっていうのが5年前ぐらいに結構実用化されたんですよね。そのゴキブリの神経をコントロールすることで、その触覚を動かすことで、で、その触覚を動かした方向にゴキブリって進んじゃうんですよ。なので、そのゴキブリのにの、そのコンピューター乗せて、触覚を動かすと、ゴキブリがラジコンのようにコントロールできるっていうのがあって、で、その、まあ、すごく危険な、例えばその福島のその原発の後とかだと、電子機器が壊れちゃったりするんですよ、放射線の影響で。なので実はゴキブリにカメラをつけて送り込んだ方が映像が撮りやすいっていうのがあって、じゃあもうゴキブリにカメラ積んだ方がいいんじゃねっていうので、虫をコントロールするっていうのがもう5年前ぐらいだと、まだ実用化はしてないんですけど、まあそういうのがあるんですよ。で、先週かなんかにあったのが、めちゃめちゃちっちゃいドローンに
蛾の触覚を切ってくっつけると。で、あの、蛾の触覚って、匂いに関する感度がめちゃくちゃ高いんですよ。その、匂いの分子を1個でも見つけると、そこでその見つけたよっていう電位が発生するっていうのがあって、なので、ドローンに蛾の触覚をつけて自動運転させると、その、あの、メスの蛾が出すフェロモンを辿って、自動的にそのドローンが飛んでくっていう、メスの蛾を自動追尾するドローンっていうのが、実用化できたんですよ。ただ問題が、あの、生きた蛾の触覚を使うので、だいたい3、4時間でその触覚が、あの、壊れちゃって使えなくなるので、まあ利用時間として4時間ぐらいですけど、で、その、蛾のフェロモンを追うっていうのはできたんですけど、じゃあこの次に、じゃあガスの匂いっていうのを感度を、その、あの、感覚できるような蛾の触覚を作ると、ガス漏れを見つけることができるとか、例えばじゃああの、そのトリュフっていうすごい高いキノコがあるんですけど、松茸でもいいんですけど、その高いキノコを見つけるっていう蛾の触覚をつけると、ブーンって飛んでって、松茸見つけてくれたりとか、トリュフを見つけてくれたりとか、そのなんかあの、金を探すっていう仕事があるんですけど、で、それもじゃあその、金の分子っていうのを触覚が掴むと、そこに行くっていうのをやると、自動的に拾ってくれるみたいなのが、実はそんなに遠くない未来になるので、で、いちいちそのなんか、まあ、ドローンとガの触覚っていうの話をしたんですけど、じゃあ、ゴキブリにガの触覚をつけて、自動的にこう、辿らせれば、めっちゃ安く作れるじゃん。ゴキブリなんかいくらでも作れるんだから。っていうのがあって、実は今、機械文明で割と人類っていろんなものを作ってるんですけど、もう虫改造した方が早いよねってことになって、そのなんかドローンよりもゴキブリだよね。だってあれ飛べるし、みたいな時代が結構来るんじゃないかなっていう気がしたので、あの、こんなタイトルにしてみました。というところでちょうど8時なので、あのね、あの、このなんか、あの、スネをかじったりとか、あの、家ではこう、ゴミ虫として扱われたりしてるようななんか、ニートとか無職とか、子供部屋おじさんと子供部屋おさんとかいろいろいらっしゃると思いますけど、あの、ゴキブリでも役に立つ時代が来るんじゃないかということで、皆さんも役に立つ時代が来るかもしれませんね、ということで。はい、お疲れ様でした。